江戸三国志。吉川英治、蛍の闇。見れば、今の冷めた目倉の鉄鋼キャハンに、野暮なみなりをした年寄りですから。難題、とっさん。つまらないところへ出しゃばって、けがするとつまらねえぞ。早く、小屋の外へ引っ込んでいるがいい。長脇差しを抜いた手前にも、奥目を取り巻いた、出墨少の身内が、こう息巻いて押しのけようとすると。あいすみません、ごもっとも様でございます。 ロータビビは腰を低くして、したが、皆さん、金のことで、この女を殺すというのは、良村じゃないかと存じます。少々ですが、この親父の持ち合わせで済むなら、なんとか、お話し合いということにして、私にここを預けてくれませんか。といううちに、与一米でも持ちそうな財布の紐を解いて、50両ございます。一人の男の手をつかんで、その手を重く握らせたものです。目と目を見合わせて、あっけに取られているのを、 まあ、まあ、細かい感情なしということで、余ったらあなた方で、いっぱい飲んでいただくし、不足だったら、その分だけは、多言元に負けてもらうという都合に。まるで子供あしらいにして、苦もなく、五、六本の長脇差しをさやに収めさせた上、門外観である風来の老旅人が、小屋の持ち主の代表者を、あべこべに小屋から追い出してしまったのは、何と言っても手際なものです。さて、そうしてから老族肌野野球兵衛は、久米吉さん、とんだ目にあいなすったね。 まあ、髪でも撫でて、おう、肩にも泥がついている、ついでに帯でもお直しなさい。自分は、そこの座布団を拾って、楽屋口に腰を下ろし、黙ってタバコを吸いつけている。奥目もまた、黙って、そのそばを駆け抜けて、自分の兄弟のある幕の陰へ飛び込みました。が、そこにはもう、あると思う気がした兄弟も化粧道具も、そのほかつづらまで、一物として残っていない。しかし、離散した者たちも、奥目の着替え一通りは、 そこに残していきました。彼女は、ほころびた着物をそれに着替え、ともかくも、髪のほつれや涙の汚れを拭いて、改めて、厩兵衛の前へ来て、どなた様か存じませんが、ただいまは、ありがとうございます。まあ、怪我がなくって、いいことをしたね。おかげさまで、命拾いをいたしました。そうさ、井手積み将の身内といえば、命知らずが揃っているのだからかなわない。そして、あなたは、わし子ね。わしは 江戸の大電話町に住む飼い絹や久兵衛というもんですがね、その飼い絹の買い出しに、この甲府へ来ております。それで、身元との話がつく間、この近くに宿を取っていたが、夜の起参時にこの間うちから、時々、ここの掛け小屋へ、お前さんの客駒を見物に来ていました。で、そちらでは不意に思いなさるだろうが、私の方じゃ、これでも、ひいきの客のつもりさ。わ、わ、わ、は。と、金馬を向いて笑いました。では、 自分を悲喜にして、毎晩、小屋へ見物に来ていた客だったかと、奥目は、その濃厚な話ぶりに、少しの疑惑も挟みません。久兵衛は、手にしている円管の吸い口を、カチと歯に乗せながら、ところで、久米吉さん、さっきから様子を聞くと、急に一座を崩して、この興行もおやめだという話だが、そして、お前さんは、一座のものをみんな追っ放して、これからどうしようというつもりなんだね。さあ、恥ずかしい話ですが、差し当たって。 どうという考えもなく、急に舞台が嫌になったもんですから。と言っても、困るだろうじゃないか。それにお前さん、江戸弁だね。ええ、元より、江戸の生まれですから。どうだろう、年寄りの口から、血と言いにくい相談だが、と、膝をすすめて、わしは、女房もないし子もないからだで、店の方も買い出し以外は番頭任せ、いやらしいことを言うようだが、浜町の方の別宅に、一人くらいの女家が欲しいと、前から心がけていたところだ。 めかけと言っては気にしまないかもしれないが、当座の間なんとつかずに、まあ、わしの世話をしてくれる気で、貝え絹やの別宅に来てくれないか。奥目めが考え込んでいる様子に、久兵衛は言葉に熱を加えて、どうだな、久米吉さん。さあ嫌と言われると面目ない。実のところ白状すると、夕べも、おとといも、先の晩も、お前さんの舞台姿に、どうもわしも迷わされて、一度は人を頼んでも。 ぜひ相談を持ちかけてみるつもりでいたくらいなのだから、これを断られると、わしも、がっかりせずに羽織られませんので。年寄りの恋にこと寄せて、うつむいて見せた畑野や久兵衛は、なんと出るか、鋭い上目遣いに、奥目の返事を待ち構えているふうです。あくまで、金持ちの甲斐絹や、自分の舞台姿にひいきを寄せた、公職な老人と思い込ませて、とうとう、久兵衛の策は、お目に対して成功しました。ちゃ、承知してくれるというのかい こんなあばずれでも、世話してくださるおつもりなら。奥目めの考えとしては、無論、一時の方便でしょうが、また、当座の身の落ち着きを、どこへというあてもないからだ。生きてさえいれば、そのうちには、金吾に会いもしよう。まだ、その深い未練から離れません。彼女は、昨日の麻薬が薄かったために、金吾の眠りがすぐに覚めて、姿を消したものとばかり思い込んでいました。そして、男の心は、自分の手札一つで、 どうにでも変わりうるものと信じている。久兵衛は、奥目を外に誘って。わしは、これから、一軒の荷物へ寄って、秋眉の相談を済まし、その話の都合次第で、明日にも江戸へ帰るとするから、どうだな、そこまで一緒に来てくれないか。それにも、奥目に依存がないので。では、支度でも直して、と、城下でも、一流の料亭にわらじを脱ぎ、風呂を沸かさせて奥目にも進め、女中や長馬にも祝儀を下ろして、随分、 応用な旦那ぶりを見せました。ウーム、お前は、舞台顔よりは、そうして、湯上がりの薄おしろいの方がはるかにいい。どうだな、小屋社の足を洗って、気が涼しくなりやしないか。本当に、これで清々しましたよ。そうだろう。さ、尺いでくれ。お前もいっぱい。え。酒の顔を見て、奥目が、急に眉をしかめたのは、まだ、今朝の悪い気分がよどんでいるものと見えます。久兵衛はあしらよく、 それだからいいけないよ。飲むさ。頃合いに飲んでごらん。向井酒というやつだ。だが、時期はいけない。江戸へ行って、浜町の別宅に収まってもらっても、焼け酒はごはっとということにしてもらいたいね。二口、三口印流と、胸に仕えていた不快な塊も下がったような気がして、今朝のが、ぽっと目元へ出ます。ちょうど、軒にも火が入る頃。久兵衛も、程よく酔った顔をして、女中たちにざれ口を聞きながら。 料亭の門へ送られて出て、籠は、籠はどうしたい来ております。うむ、二丁だよ。さ、お連れ様も、お見しなすってくださいまし。お目も、何気なくそれへ誘われながら、前の籠に、ぐんやりともだれ込んだ久兵衛をのぞいて、荷元とやらユンエは、籠で行くほど遠いのですか。なあに、遠いと言っても、城下はずれさ。歩いて行けば、腹こなしにちょうどいいが、途中の道が少し寂しい。 それに、どうもわしは飲むと、一時ほど眠くなってな。口を聞くのも物嘘ううに。ええ。いい心持ちだ。と、カゴの背に寄りかかって、高いびきをかかないばかりな居眠りです。杖を上げた二丁の町カゴはいくつもの辻を折れて、城下の火を、後へ後へと送っていく。人目のうるさい町中だけ、カゴのすだれを下ろしてきた奥目が、その時きタレを上げて外を見ますと、右も左も一面な青田です。カゴ屋の足拍子に驚いて、 その青田の稲ののの青稲波へ、髪のように散らかるのは白鷺です。ついついと流れてきては、カゴのすだれに止まったり、カゴの中を通り抜けたり、自分の袖にこぼれてきたりするのは、ホタルの青い名滅です。奥目は、ホタルを一つ手のひらに入れました。その青い名滅が、自分の直前の運命を暗示しているものとは、もとより知らない気まぐれにです。青田の道を切れると、森を回っていくほどもなく、小高い土手の向こうに、一畳の幅の広い川もが見えます。 旦那、縄手行きましたぜ。お約束の信玄縄手ですが、肩を外したカゴかきが、居眠っている、九兵衛の膝を揺すぶって言いますと、うーむ、と、中で伸びをして、もう縄手かい。ご覧なせい、荒川が見えます。なるほど。まだ、眠たそうにカゴを降りて、それ、酒代。ありがとう存じます。カゴ屋の明かりが遠く去るのを待って、九兵衛は、 緩い足取りで先へ歩き出しましたが、時に久米吉、もう南国だろうな。さっき途中で、どこかの金が八つ半をついていたようですよ。八つ半回。ちょうどよかろう。この辺には、あまり承認家もないようなのに、その荷物の家というのは、一体どの辺なんですえ。荷物といっても、大きな旗屋さ。江戸社の考えで、承認家だと思うと大間違いで、それや大きな森の中にある百姓だわな。だが ここまで来て考えてみると、そういう堅苦しい取引先へ、お前のような垢抜けのした女を連れて行くのは、少し、わしの信用に関わります。はて、困ったものだ。男が、しきりと腕を組んでいるのが、奥目には、馬鹿げたものに見えました。弱ったな、あ、これはわしの尊計だった。何がそんなに弱っているんですよ。お前がさ、私がいちゃあ邪魔なんですか。とんでもない、邪魔なんて、悲願でくれては困るが。 その荷元の旗屋というのが江戸のものと違って恐ろしい形んなのさ。ちゃ、私はどこかで待っていますよ。でも、一人で寂しかろうに。旅にはさんざん慣れていますから。う、いやそうだった。ちゃ、なるべく早く話を切り上げてくるから、向こうの辻堂で待っていてくれないか。早く帰ってこないと、どこへでも行ってしまいますからね。あまり他愛のない男の甘さを見て、奥目もつい、からかってみたくなった。 すぐだ。すぐ戻ってくるから後ろへ手を振りながら久兵衛は縄手をかけてどこか横道へ隠れました鼻血の奥に火が見えるあの北上の明かりなのかもしれませんそのともし火のほかこの辺の木立ちの奥に遠く近くちらついている火は対外寺の火でありますその寺にウエンナ石や花や陶葉屋などの俗下が数個立ち並んでいるところは商売柄酔いのうちから 一軒も戸が開いている家はない。青い網傘に、根肩びら、薔薇通りの音を静かに吸って、最前から、二度ほど、その寺町を行き戻りしていた侍が。はてな、さっきの八国半は聞き違えであったろうか。つぶやきながら、とあるところの欅の根に腰を下ろして。出なければ、もう忠国そろそろ見えてもよい自分だが。と、繰り返して、道のあなたをしきりと見ています。と近づいてくる人声がある。来たか。 と、侍は、すぐ腰を立てましたが、その人影が期待と違って、二人連れであったのに驚いて、急に、自分の影を、ケ焼きの後ろへ隠しました。すると、そこを通り過ぎた二人連れの影は、何か、ひそひそと囁き合いながら、うっそうとした丘の森にある花地の山門へ吸い込まれていった様子です。それをやり過ごして、欅の影を離れた侍は、三つの後ろ影へ、網傘のつばを上げて、不思議だ。今のやつは、 四つむのにむのに腎臓確かに、あの二人に相違なく思われたが、棒立ちになって、そこに小首をかしげておりますと、その姿を見つけたらしく、石屋の脇の石置き場を抜けて、大股に急いできた旗の野球兵衛が、小ごみ加減に、探り声を潜めて、もし、そこにいるなあ金吾様じゃございませんか。お、久兵衛か。かねて約束のあることです。金吾も、すぐにこう応じて、措置の来るのを心待ちにしておった。 して、今夜、自分にここへ参れと言ったのは、何か、改まった要弾でもあるのか。久兵衛は、寄り添って腰をかがめながら、そのつもりでございましたが、何しろ、両方に全自宅ができてしまって、箸を取っていただくばかり、今ここで、細かい話をしている間もございません。とにかく、鼻血の方は、後回しにして、奥目を先に片付けてはどうでございますない,いや、その奥目なら、久兵衛が口車に乗せて、 縄手の辻堂まで運んできてありますから、何の造作もない仕事で。こう、一人の見込みに、彼が、すぐ、後の道へ取って返していきますので、何を問う間もなく、金吾もまた、それについて荒川の縄手へ急ぎました。しばらく行くと、ふこって、金吾様、あれに辻堂が見えましょう。あの松の木が、に、三本見える下の矢部に、うむ。そこにおくめが待っているはずです。あっしが、先にそばへ行って。 逃げねえようにしますから、足元へ突き出すまで、あなたは黙って見ていておくんなさい。と、いううちに、畑の屋は、もうスタスタと、辻堂の前へ歩いて、そこに腰を下ろしていた奥目へ、触らぬ調子で言葉をかけています。おおひどい、この汗だ。今帰ってきましたよ。大層は早かったじゃありませんか。奥目は、辻堂に身を休めながら、辺りの暗をさまよう蛍の美しさに見とれていたので、待つ間も、 長いいいとともも寂しいとも思っっていなかったようです。何さ、先様でも、上がっていけの止まっていけのと、しきりに袖を止められましたが、こんなところへ、一人で残しておいたお前のことが心配でな。わ、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 は。お目は、相手が笑いながら手を握ってきたので、年甲斐もない公職と、心の内でおかしく思っていましたが、おう、そこでなおくめさん。と、久兵衛は、引っ立てるように、彼女の腰を立たせて、 わしが、待っているものがあるからとつい口を滑らせたので、身元の旦那が、そこまで一緒に来ていらっしゃるのだ。なんとでもいいから、ちょっと、挨拶をしてくれないか。なあに、間の悪いことがあるものか。身元の旦那がうむ、それ、そこに立って、おいでになるお方だ。変なことを言うお目の直角が、キューベイの顔に鋭く動いた途端です。彼の手は、お目の帯の後ろをトンとついて、その体を、 金吾の前へゆろめかせましたあ不意をつかれて彼女が前へ身を泳がせますとそこには見慣れない闇傘の侍が冷戦と自分の前に待っている姿が昨日とは変わっております第1旗の矢を江戸の会議の商人とばかり信じている奥目にはまさかそれが佐から金吾だとは夢にも思いつくど理りがない誰だろうすぐに彼女の頭に浮かんだのは日本左衛門の姿です しかし、日本左衛門にしては、少し小作りな骨格が、どうも不審に絶えません。すると、網傘の影は、傘の前つばに手をかけました。おう。と言って、一歩前へ出てきました。そして、奥目の疑心も、それとともに、思わず、一足でも、後へし下がらずにはいられなかったのです。見ると、その間に、久衛は、素早く後ろへ回って、瞬差さぬような目配りを見張っています。事態は、 奥目にとっていよいよ変です。ふに落ちない久兵衛の挙動です。で、彼女は、両方の間に気構えを取りながら、わざと騒がぬ風を装って、なんだいお前さん方は、妙なそぶりをするじゃないか。さては私をだまして、どうにかしようという両味だね。ふん見くびっちゃいけないよ。単調の奥目さんを。と、ゆがめた唇を糸切りばえかませました。彼女の極が途切れた刹那に、金吾は、 待ち構えていたその編み傘をさっと捨てて、おくめ、拙者だ。叫ぶが早いか、驚く彼女の胸元に飛びついて、その腕を自分の小脇にしっかりとつかみ取りました。のけぞりそうになった奥目の驚愕が、どんなものであったかは、その顔色を髪のごとく冷めさせたのでも分かります。あ、あなたは、相良さん。お金吾だ。よくも、重ね重ね、麻薬の毒を持って、拙者に深くを取らせたな。 今宵いこそはも春しゅんさぬ。措置の一名は申し受けたから覚悟しろ。ちい、ひどい。奥目は、奪われた利き腕を、もぎ取ろうとして身をもだえながら。相良さん、それはあんまりひどいでしょう。なんで私を殺そうというのか、私には、少しもわけがわからない。私が、麻薬を使ったのは、ただ、お前さんを、自分のものにしたいばかりじゃないか。黙れ、その特殊に悩まされて、この金吾が。 どれほどな苦しみをいたしたか、また、どれほど身の障害を踏み誤えまったか、いかに無知な女でも、それくらいなことは分かっていようが。それは、悪いこととは知っていたけれど、そうしなければ、男が自分のものになっていない、その私の辛い気持ちも察してください。たとえ、この気になって何と言おうと、自分の武士を立てるためには、措置を生かしておくことはならないのだ。自分の武士を立てるためなら、どんなに思っている女だろうが、殺しても構わないというんですか。 もし相良さん。私とお前さんとは、たとえ10日でも20日でも、あの熱海の当事場で、夫婦も、同じように暮れしていた仲じゃないか。今更、男らしくもない、そんな後悔をして私を切ったところで、二人の縁が現れるわけでもなし、あなたの治れが世間へ立つわけでもないでしょうに。い,いや、立つ。立派に立つ。と、後ろで叫んだのが旗の矢です。奥目は、いまいましそうに、九兵衛を睨んで。お前はまた。 どこの化け物さ。江戸の甲斐絹やと言ったなあ、口から出まかせで、ほら、日本左衛門と付き合いのある、旗の屋久兵衛という親父だ。えっ、じゃ、厚木の旗の屋かえ。とんだお役回りを内職にやっているので、おめえが勘づかなかったのも無理じゃねえ。だが、そんなことはさておいて、単調の奥目ともあろうものが、諦めの悪い泣き言は、どうしたものだ。また、それほどまでに男を思うというならば、なぜ、金吾様のためになる自分の命を、 喜んで投げ出さないか、俺には、少し、おめえの真実が疑わしい。私が死ぬのが、どうして、相良さんのためになる日本左衛門がそう言った。お目との腐れ縁がないという証拠を見せてきたならば、いつでも武士らしく、男らしく、果たし合いを受けてやろうと。先の言葉も一理がある。おめえが諦めをつけないうちは、金吾様からあいつに歯を向ける言い分が立たないのだ。言い分というのは、武士の名分。 主家に対しても同じことなら、世間へ対しても同じこと。また、コチトラなら、知らぬこと、武士という気持ちに生きている金吾様自身の心も許すまい。久兵衛が、その朗報な弁に任せて、順々として解いて聞かすものですから、奥目も、初めて、不自然に発足した自分の恋が、当然秘伝に終わるべき運命にあるものと悟ったらしく、金吾の腕に力のない顔をうつむけました。金吾も、そうしている女の腕を、 強く捉えているにも答えないで手を離すと、奥目は、そのまま草の中に崩れて、声を出さずに、肩で波を打っています。え、おくさん。おめえの心も察知るが、金吾様の侍というもののさ苦しい立場も考えなくちゃいけねえ。それに、たとえおめえが助かったにしても、いつか一度は、日本左衛門が無事に見ているはずがない。きっとおめえは殺される。金吾様に殺されなければ、日本左衛門か。 そのの手下のものににちされるる決まっている体だどっちがいいえどっちが自分の本望だか、こいつは考えてみるまでもねえじゃねえか。と、キューベイが彼女のそばにしゃがみ込むと、それにも返事はなくて、ただ、草の中に顔を埋めた奥目の白い手足が、わなわなと指先にまで痙攣を起こしてきています。おやびっくりしたキューベイが、奥目の体を抱き起こしてみますと、その。 固まった手のひらのうちに、一個の小さな紫色の瓶を握って、顔は、なんとも言えない白さを増し、すやすやと、寝息のような呼吸を数えるにつれて、そのうちつな瞳も、黒いまつげに塞がれてゆきます。抱き起こしてみたとたんに、ぐったりとした奥目の襟元から、ツーンというような匂いが鼻をついてきましたので、あ麻薬。と、キューベイは慌てて、自分の顔半分を袖口で覆い隠すことを忘れませんでした。それを嗅ぐだけでも、 恐ろしい麻酔に落ちるものを紫のビードロからこぼれた薬液は、奥目の襟から胸元をぐっしょりと濡らしていました。うーむ、とうとう自殺たわえ。と、久兵衛は彼女の歌詞の体を膝に寄せたまま、やっぱり人間だ。江戸の女だ。悪党の上っ面には染まっていたかもしれないが、奥目にも、いいところがありましたよ。つぶやくように、そう言いました。金吾も、白老を見るような奥目の顔にじっと目を落として、 不憫なやつだ。思わず、不憫という言葉を、このとき、彼の口から漏らしました。それは、おそらく間に合わせの男性ではなかったでしょう。養父、独父、と、今日まで、その呪いを憎みながら、また殺そうとまでしながら、反面には、その不憫という言葉に表された心が、金吾自身も気がつかない心の一遇に、力強く根を張って潜在していたのではないでしょうか。今の年になって、悪行の生涯から、 本然と気持ちの転じてきている久兵衛には、なんだか、奥目の行為が、ひとしおわれに見えました。この強い麻薬を浴びたか飲んだかしたところを見ると、死ぬ覚悟を決めたのでしょう。考えてみると、金子様を思っていたことも、恐ろしいほど真実だったのでございます。こういう女だけに、全く恐ろしい思い方で。が、久兵衛、いつまでこうしてもいられまい。へえ、その最速は、あっしの方から、するところでした。これから、 すぐに、鼻血の方へ行かなきゃなりません。うむ、そこへは、先ほども、んむと四爪屋が連れ立って参ったようだが。そうです。甲府町方の目をくらますため、日本左衛門がこっそりと隠れている穴です。立派、そこへあなたを手引きするつもりで、奥目もここまで誘い出しておきましたので。そうか。さては、あの寺内に、日本左衛門が潜んでおったのか。よし。にわかに、金吾の眼底には、 激しい総当心の前駆が血走ります。そして、彼は、奥目の体のそばに膝を屈して、前佐の小刀を抜くが早いか、その首を断って、左の手に掴もうとしました。あ、もし。と、久兵衛は、その手元を待たせて、どうなさいます、そいつを。星影の谷合で誓った証拠だ。これを、日本左衛門の前に突きつけて、今宵こそ、有無を言わさす、私有を決するつもりである。そいつは、 少しし時代過ぎましょう。何も日本左衛門がああ言ったからってそんな生々しいものを土産に抱えていくことはありゃしません首の代わりにその髪の毛でも叩きつけてみせればたくさんですなるほど金吾の心も何かしらほっと救われたようでした彼としてもすでに火を悟った上麻薬の力を借りて自殺した女の首を無駄とそれこそ全く無駄とです書き切っていい気持ちのする理由はありません 九兵衛の雄が、まま、首にかえて、奥目の黒髪をぶっつりと切り、くるくると懐髪に巻いて、それを懐に。さ、行こうか。と、先を急ぎます。ナムアミダ仏。立ちながら、九兵衛は、そこを片手で拝んで。ちゃ、片付けているままありませんから、違いはこのままにしていくとしましょう。と、五、六歩歩み出しましたが、ふとまた草の炉にふこって。あ、あれ。金吾様見てごらんなさい。 ここから見ると、奥目の死骸に、麻薬が青く光っていますぜ。いや、蛍だろう。え、な、なるほどそうか。わ、わ、わ、わ。久兵衛も、少し懇願ってやつになりましたかな。だが、煩悩の仏様だけに、蛍も、移りが悪くねえじゃありませんか。大どれ。あとは無言で、しばらくの間、蛍の闇をかけました。そして、鼻血の近くまで来ると、おっと、 つまずいたように、急に、足を止めて、金吾様、ま、まだ、もう一つ、断っておかなければならないことがありましたよ。なんだ、仮面です。いつか伺った。おう、ほらしろの仮面。それを持っているお蝶という女も、今夜、この鼻へ何も知らずに来るはずです。ですから、金吾様、日本イモンを撃つという敵意にばかり気を走って、その大事な仮面を持っている、キリシタン屋敷の娘を逃がしちゃいけませんぜ。 あとは聞き取れない定性でした。そして間もないあとそこに何か調子合っていた蜜の影が分かれると金吾の方は傍らの雑木林を抜けて話しの裏山へ回り久兵衛はただ一人で例の弘法大師ゴム草薬の看板の光る山門へ向かってトントンと軽い足を弾ませておりました火を呼ぶ呼びこぶえその時刻と前後して城下の地股から荒川へ流れてるや川の土橋の上に一人の女性が立ちました のののようなものをかぶっております太鼓色の薄です色薄で女装校などを見ますと、女の数寄する風俗も、岩和関永を名残として、商法の頃に至っては、山と共にその風を衰え、ことに、江戸には見ることは、極めて稀としてありますが、地方の陵下の師匠の間には、まだ、その古風が残されていまして、今、土橋の上に立った女と言わず、この辺では、女が夜行に数寄することは、さまでこととする姿ではありません。 それは、こととするに足らないとしても、これはこととしなければならないのは、その太鼓色の花月にくるまれた女の顔です。川には、相アアマチのアイカスが油のように浮いて、深淵のごとき深い色をどんよりと流しています。その川もを見下ろしている女の顔をご覧なさい。耳まで裂け上がっている唇は、2本の牙に抑えられて、歯の間から血が滴ろうとしております。小鼻の両脇から、青く深くえぐられた陰影は、怒れるしわのようにも見え、 泣きたいようなにも見える。青い眉は真にの炎をなし、金色の瞳はあらゆる呪いを焼いているかとも思われますのになお角からは2本の人差し指のごとき角がずきの陰にありありと見て取れるのですここにもホタルが飛んでいました水を離れて彼女の顔へ吹き上げられてくるホタルもその形相に近づくや光を召して辺りを去りますまだかしらボンバヤのお寺は橋桁に持たれたまま ががややててつぶやいています荒川の縄手から北4、5町、そこの花寺というお寺にいると、本場屋の使いが行ったけれど、道を聞く家はないし、足はくたびれるし、こんなことなら、過去にでも乗ってくればよかった。でも、先に心を急いでいると見えて、ほどなく、そそと飛ばしを歩いていく。時折強く来る風が、がつきを奪って、彼女の下をのぞこうとします。彼女は、それを取られまいとするらしく、両手を胸に組み合わせました。 そして、そそと草履を吸って歩く。あいや側の川べりに沿って、やや、しばらく西へ下ると、また、一つの橋がある。しかし、そこには、一気の石が、縄手の道を教えていましたから、彼女の足元はやや明るくなって、迷うところなく、右手の上りをうねりますと、ほどなくそうそうたる篠ののそよぎが耳につく。ここに違いない荒川の縄手は、真っ黒な藪と青田の間を続いている白い道に立って、お蝶は初めてほっとしました。 火が見えるそこに立つと寺町の火がいくつか数えられましたお蝶はその3つ4つの瞬きの中に本場のおさきが灯した明かりもあるのだろうと考え込みますせっかくこの甲府まで来てみたけれどもう探しやぐねてとても哀れぬものと諦めていた本場のおさきから思いがけない寺男が使いに来たのは昨日の夕方お蝶は宿に払うロギンも乏しくなってどうしようかとさすがに旅の心細さに ふさぎ込んでいたときです。使いに来た八助という寺男から、本場のお先のことづてというのを聞いて、お蝶は踊り立ちました。で、行くと返事を与えましたが、後で考えてみると、嫌な予感がしないでもありません。わずか二日前に、あのトンボ売りの九助の家に泊まった晩、そこの安闘に書き残してあった日本左衛門の文字が、ともすると、お蝶の胸に、あぶり出しのように浮いて出ます。もしや、そういう器具に襲われます。 止めようあの寺男と言ってきた使いも何だか知れたものじゃない。勘づいて一度は断念したのをにわかにまた行くと決意をしてしまったのは深夜宿へ届いた一通の無名の飛脚がお蝶を傷よくしたためです。無名の飛脚の内容は通行に尽きていて大略のところをつまめばこんな意味。明夜は話へ行った方がお嬢様の幸福ですよ。何か不安がありましょう。それで迷っておいででしょう。 例えば日本左衛門のことなど。だが、去るお人の言いつけで、手前が、その方はよそながら守護しておりますから、ご心配なく。くれぐれもご懸念はご無用。迷わず鼻血へおいでなさい。大事な別れろを踏み間違えてはいけませんよ。行けば吉。行かねば今日。断じて大凶です。今も、田元から、その文柄を出してみて、これは、本場のお先の心配りではなかろうか、などと考えながら行くうちに、お蝶は、 何か、触覚の異様なものに、足元をすくわれて、思わずそこによろけました。はっとしたのは、目の前に倒れている黒いものを見たからです。人間です。六歩戦の中に、短い髪の毛を散らばしてうつぶしている一個の死骸は、嫁にも明らかな女であります。おやお蝶が死骸を見てつぶやいた声はいかにも他人事のようでした。次には、そばへ寄って。どうしたのかしら 刀の傷もないし締め殺された様子もない。そのくせ、死んでいるなんて。おかしいことのように、仮面の中で言いました。そして、女の髪の毛が、短く切り取られてあるのを見比べて、お蝶の好奇心は、死者を見る同情などを忘れている。まったく、その死に顔は、死に顔というべく、あまりに精縁です。むしろ作り物にしろ、生けるお蝶の仮面の方がどれほどすごいか分かりません。あら、そのうちに、 お蝶は、こう言って、柳輪に顔につけているほらしろの仮面を額の上へめくりました。見たような女だ、見たことがある。おかしいね、誰だろうしきりと考えていましたが、その身なりから押して、江戸であったものだろうとだけは想像がつきましたが、にわかに、どこであった誰ということまでは、どうしても思い当たらない。と、天を向いた般若の仮面と、お蝶そのものの美しい顔とが、何に驚いたものか、きっと。 後ろを振り向きました。あスすっくと立って耳を澄ますと、まさしく、縄手の篠の矢部に当たります。風とも思えない忍びやかな音が、水のように、さわさわと流れてくる。途端に、一方の子たちの中に、ちらと動く人影を見たので、お蝶は、仮面とか音を、ひらりと風きにくるんで、風のごとくはせけだしました。それ、一陣になって追いぼったものがある。御用と、黄色い明かりを振れば、 すぐに捕手とわかりますが、この一段の人影には、一個の明かりも携えられておりません。やがて、いたずらに、縄手のしのや青田のあぜをはせけすり回って、むなしく、先の数人が引っ返してきてみますと、一方、奥目の死骸の周りにも、幾人かの軽装な捕手が、それを取り巻いて、いぶかしそうに、小首をかしげている様子。器量のいい女だ。それに髪を切られているから、これは、どこか城下の茶屋女が、地上で殺されたものだろうなどと。 一発な目明かしき取りで官邸をつけるるものがあるいやこんな女は城下の茶屋中で見かけたことがないという異説も出たりします。第一この死に肩がどうも怪しい。評議まちまちの結果でした。とどのつまりやはりこれは一応誰か叱るべきものか上役の者に来てもらわなければこの死骸をこうしておいていいかそれとも別な処分をするかどうにも去就がつかないということになります。 話がそう決まると、一人の保守が、ガテンという風に、縄手の矢部に飛び込みました。しばらくすると、シノのそよぎの消えていった矢部の奥で、一声、二声、マロビオンに吹かれた呼びこ笛が尾を引いて響きます。初めて、ぼっとちょうちんが浮いてくる。それも、人玉のごとくたった一つ。どこかに伏せておいたのが、呼びこ笛にせいてくるのでしょう。まもなく、だんだんそれが近づいてくると、合図をした組子の一人が、矢部を分けて案内に立つ。 何かしきりと喋るのを、明かりに沿ってくる三人が、うなずきながら聞き取っている。そして、ざわざわと縄手へ進む。明かりの先に、ばらばらと虫が飛ぶ。提灯を手にしているのは、柳沢家の町方よりきか、あるいは同心程度の堀であろう。渋さの実ってを毎晩身にしている。そして、あとの二人というのは、徳川万太郎に、目明かしの区議官でした。対等の恋。おい方たち、いぶすのはもういい加減にしてくれないか。 目にしみてしようがね例の話の法上に走りして、日本左衛門は、しきりとうちわを動かしています。かやをってはくべていた方たちは、煙の中から、油切った顔を振り向かせて。そうですか。客人が揃ったから、貝ぶしも地層のつもりなのですが。もう十分だ。これ以上いぶされちゃ、ドイツも、尻尾を出さずにいられまい。わ、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 ちげえねえ。今夜の客人をいぶすのは禁物だったかもしれない。 最前ここへ訪ねてきて、そこに居合わせたうんむと四爪矢も、声を合わせて笑いながら。なあに、俺たちは極めつきの白波だ。この他に出す尻尾もねえが、ゴム草薬なんていういかもので、世間様をごまかしている、鼻のお将が、一致先に尻尾を出して、しまいやしねえか。ひどいことを言うなよ。ゴム草薬でも、バカにはならんぜ。なんなら、一服死んぜようか。もう売りつけにかかって嫌がる。お会いに行くようだ。ここには、 人一倍花のきく、人間ばかり揃っている。ところへ、何かピチピチと跳ねる三桶を下げて、薄暗い庭先へ顔を出した寺男の八助が、北条様、やっとめっけてきました。あったか、恋が。大きなやつを、三匹ばかり仕入れてきましたが、何にいたしますかね、恋を。どれどれ。と、頬たちも四爪やも、縁先へ出て三桶を覗きながら、なるほど、いい恋だ。お言葉に甘えて。 足は洗いに願いたいね。と、紳助が言うと、運ンムが、俺は小国を注文するせ。寺へ来て、お茶屋へでも行ったような贅沢を言いなさんな。じゃ、北条様、造作はありません。両方に振り分けて作りましょうか。うむ、ご苦労だがやってくれ。その間に、俺はジェンの方を出しておくから。方たちが栗の方へ駆け込むと、八助は、庭先の流れへ、すぐ、出バとまな板を運んできて、 恋の作り身にかかっています。何を考えているのか、寺の水で、恋の血が現れているのを眺めて、日本左衛門は、一人でくすくすと笑っている。おや、本堂の方で、人声がしやしねえか。そうだな。し助が立っていったかと思うと、ほどなく、そこへ、千束の稲吉を伴って、席へ帰ってきました。おやぶお、稲か。肌の矢はまだ参っておりませんか。みあ、夕べ遅く。 話があるから、この寺へ来いという飛脚があったので、日の暮れるのを待ちかねてやってきました。キューベイもそのうちに見えるだろう。だが、てめえたちは、何のために、今夜俺の前で眼首を揃えようというのか。それは、今に、キューベイが来てから言うでしょう。そうか。まあいい、せっかくの久しぶりだ。今方たちが、酒の支度をしているから、今夜はゆっくり飲むとしよう。ところで、と、急に庭先を振り向いて、 おい、八助。へえ。ゆべの返事は、確かに訪ねてくると言ったのだな。間違いなく来ることになっています。聞きとがめて、そばの者が、親分、旗の家のほかに、まだ誰かここへ来る者があるんですか。だから、少し静かにしていてくれ。え。本堂まで訪ねてきても、もし、奥の方で、荒っぽい声が聞こえては、せっかくな獲物を網から逃してしまう。にわかに、しんと恋を沈ませて、 誰ですかそいつは、お蝶。え、お蝶が、本場のお咲という女が、天になっているつもりで、今夜、この寺へ訪ねてくる。うまい手はずに行きましたね。だが、俺は少し考え直した。どうもお蝶を殺してはまずい。で、どうするつもりなんで笑ってくれ。親分。わ、わ、わ、わ。笑ってくれ。親分、何を笑っていいんですか 実はな、へ俺は、お蝶を女房にしようと思うのだ。運務と四爪屋は、黙って顔を見合わせたのみです。四人なら知らないこと、日本左衛門が、自分の口から、お蝶を女房にしようかと考えているというのですから、ちょっと口が出しかねました。親分、その時、包丁の横の襖が、音もなく開いていました。そこにつくばっている、九兵衛を見て、おう、旗の矢か。 よろしゅうございますか。今、裏の方へ回ろうと思ったら、軌道が閉まっておりますんで。仲間内だ。何の遠慮があるものか。ごめん、なすってください。お、稲吉も来てくれたか。夕べ、兄貴からくれた飛脚を見て、何は置いてもやってきたのよ。ご苦労だな。し助や沈蔵にも会釈をして。やれ、こうして、みんなと膝を組むのも、何か、大層久しぶりのような気がする。いかにも、 心からくつろいだように、久兵衛は、さりげなくタバコ入れを抜き取って、夕べからの暗中飛躍などは、微塵も顔に表しておりません。強いて、彼の行為を知っている者が、自在に彼を注意していれば、口エキセルを加えたとき、庭先で声を料理していたハチスケへ、じろりと意味ありげな一別を投げましたが、それとて、日本左衛門の興目にさえ、少しも怪しげに見えなかったくらいなものです。時に、旗の矢、ちょうどいいところへ来てくれた。実は、 今、親分から思いがけないことを打ち明けられて、俺たちのような若い者じゃ、相談相手になりそうもなく、弱っていたところなのだ。日本左衛門は、笑いながら、そばから語尾を引き取って、腎臓のように、そうしかつめらしく聞かれては困る。実はな、キ名。へえ。軽い気持ちで聞いてくれ、夜行の担当を探す上に、とかく邪魔になるやつを片付けてしまおうと、おめえをはじめ、みんなにも、役割を決めて、今日まで、 だだいいぶ手を尽くしたた。が、こいつは俺のしくじりだった明らかに日本左門の心得違いに相違なかった。なるほど、盗賊としての四爪屋や,や運務は、どんな離れ技でもやってのける。確かに、一人前以上の才覚はあるが、さて、人を殺すという仕事は、少し性質が違っている。で、尺取りのやつのように、帰って、向こうの罠に落ちたり、んぞするというもの。おそらくは、おめえのような後者にして、キングを狙ってみるとなれば。 物を盗む仕事とは、だいぶ勝手が違うだろうと思うのだ。なるほど。久兵衛は、遠慣を車に持って、とっくりと耳を澄ましていた。で、俺の受け持ったお蝶だが、あれにしても、殺せるまでにこぎつけるな、それ相応に骨が折れた。しかし、俺は確かに、そこまではこぎつけた。と、稲吉や新助の怪しむ顔を見回して、実を言うと、この間の晩、甲府のある裏町で、俺は、お蝶を殺すばかりにしたのだ。 そこは、トんぼ売りのキュスケというやつの家だった。そのキュスケは、山岳キリシタン族の仲間の一人で、秩父か赤木のやつらの街道へお蝶を連れて行こうというので、その晩、こっそりと相談をしていた。親分、お話し中ですが。うむ、なんだ。その山岳キリシタン族というのは、一体どういうものなんです。この世間では、絶対に信仰の許されないキリシタン。どうしても、その呪文を裏切れない信徒。 官営の茶収門狩り以来、山の中に逃げ込んで、山の街道に子孫を作っているバテレンのケチメク。そういうものの一段だ。茶、全く、世間の外に生きている人間どもですか。まあ、そんなものと思えばいい。だが、時には嵐のように世間へ出て、不思議な仕事をすることもある。例えば、近頃、江戸のキリシタン屋敷の牢獄から、ヨハンの姿が消えたという噂がある。また、トンボウリのキュウスケが、 お蝶を山へ連れて行こうとしたそうして、何をやろうというのだろう。むろん、やつらの目当ても、夜行の担当にある。じゃ、あのお蝶と夜行の担当とは、何かそんなに深いわけがあるんでしょうか。ある。で、親分も、お蝶を女房にしようと考えついたので。それもあるが、偽りのないところ、俺は、お蝶に恋をしたよ。だから、笑って聞いてくれと、前もって断ってある。 そう言って、手の中に、うちの絵をもんでいる日本西門の姿を、凶猛無比な台頭とタれが見ましょう。奥目を失った後の彼の胸の空虚に、答えようのない寂しいものが生じたことは、彼が奥目を踏みつけて、千鳥ヶ浜で言いました。それとしても年齢としても、日本西門が恋をする、それが、何らの不思議でもないわけです。その晩、俺が夜更けてから忍び込んで、とんぼうりの九助夫婦を殺しているのだ。だのになぜ、 隣の部屋に寝ているお蝶を殺さなかったろうか。そう言って、日本左衛門は、また、あの口重そうな言葉を継ぐのでした。俺は、つくづく、お蝶の寝顔をその時見た。転びバテレンの娘だが、一種の好奇の層を持っている。そのくせ、赤い唇は洋風のようで、長いまつげは、みだらな美しさと異国人の血を混ぜていることを表している。何しろ、いい寝顔をして寝ているのだ。で、無茶と殺すのが、 少し惜しい気がして、俺は、アンドンへ一筆僕をぶつけて、ふいと帰ってきてしまった。それから、自分の考え方が変わってきたのは事実だが、それも、恋だか欲だか、本心のところは、自分でもよくわからない。と、ここで彼はまた、前に述べた山岳キリシタン族のことに、話を戻して、夜行の担当とお蝶との関係にわたり、そのお蝶を失うことは、日がたな探索の闇に光る一点の火を吹き消してしまうようなものだと、その不利なわけを言って聞かせる。 では、日本左衛門がお蝶を生かしておいて、お蝶を利用すべく女房にしようという野心は、全く野望のための野心であって、恋ではない。そうも言えるじゃないかと久衛は、腹の内で思いました。しかし、久衛には、それがどっちであろうと、大した問題ではありません。彼には彼の腹がある。こうして幼りのお付き合いしているのも、もう半時か一刻。そのわずかな後に来る恐ろしい運命の暴風を気づかずに、 年代な刑をめぐらすつもりで、しきりとおの生札に考えをとらわれているのは、やはり神ならぬ日本左衛門の気の毒なところだと、おかしく考えているのです。と、そこへ、法たちが禅を運んできました。ナッシュ用の赤い湾に、手製の小異国の味噌の匂いや、蜂助けが、寺の小流れで洗い上げた作り身などが添えられて出る。そこで、各2の時典、1の2の22の手へ杯が分けられた木に、久兵衛は、ここへ一同を集めた手前。 この甲府にいることは危険だから、一日も早く、柳沢家の勢力外の地へ、足を抜いた方が得策であろうということを、あの老弁で、いかにも、日本左衛門の身を起遊するごとく、順々と説いて、自分のおざなりの一役を済ませました。久兵衛の胸の底に、自分を裏切る恐ろしい策が構えられているとも知らずに、日本左衛門は、だいぶ心を動かされた様子。では、どうせ、土曜の辰の日には、加納山で顔を揃える約束のあること。 ここを引き上げて、ひとまず、かつさの方へ足を抜こうか。どうだ、みんな。一度へ測ると、運、うん、む四爪や、稲吉にも、それには依存がないという。じゃこうしよう。もうやがて、お蝶がここへ来る時刻だから、それをとっちめたら明日を待たず、今夜のうちに甲府境会を出てしまおう。すると、過去がいりますね。まさかお蝶を引っか、ついでも歩けますまい。あの女が、俺の言葉に、何と言うかわからないが、 もしジたばたするようだったら、猿靴はに、カゴという支度より、ほかし方があるまいな。無論、騒ぎ立てるに決まっております。じゃ、ほうたち、その用意をしておいてくれねえか。カゴですか。そうだ、カゴやも、真面目なやつはだめだぜ。逆台さえうんと握らせれば、どんなことでもやってのけるというような、頼もしいやつを探してくれ。ようがす。とほうたちは、飲み込んで手の空いた八助に、それを言いつけて、急に、 この酒がお別れとなりましたね。じゃあ、手前も、一つ、お流れをもらいましょうか、と、車座の中へ割り込みます。すると、頬たちに言いつけられて、カゴを探しに行こうとした八助が、すぐにそこへ引っ返してきて、親分と低い声を落としながら、本堂の方を指さしました。来ましたぜ、例のが。えお蝶が。そうらしゅうございます。今、栗から草履を履いて出ようと思うと、ちょうど、 三門のところに立って、何か、こうそこらを見回している、影が見えました。確かに、あの娘に違いありません。そうか。日本左衛門がきっぱりとうなずくと、北条の酒盛は、にわかに、無人のように芯となって、白い目と目がけわしく動きました。四つ目は身を伸ばして。で、親分。と、ささやくような小声で聞く。お蝶が来たら、どういう鉄鋼にしますおよそ段取りを極めておいた方がいいでしょう。 うむ、耳をかせ大きく投げられている人影がすすけた壁に重なりました鼻でライン上チャクラを張ったハフから鬼の腕でも伸びそうに思われるその口傾いだ三門の顔をなでられてもわからないような案の中にちらりと銀冠差しの光が動きましたさらに見ればちらちらする銀冠差しの他にあの濃いまつげを持ったお蝶の特徴のある目が太い柱の影からそこまで走ってきて後ろの案をじっと見ていますびっくりした なんだろう今私を追いかけてきたやつはしばらくはそこで息の弾むのを沈めているそして帯の間から多頭を出しました櫛を抜いて髪を直し襟を合わせてきちんと帯の後ろを締める幅の広い階段の前に立ちましたそこは本堂と思われますけれど他に地層のいそうな明かりも見えないしどこが栗だか北条だか見当もつかないので今晩はおかしいような気がしましたが ともかくも、そこに立って、こう訪れてみたのであります。こんばんは。と、もう一度。同然とした伽藍の闇に、高くないお蝶の声が、気味の悪いほど、妙な音波を広げました。しかし、いつまでも、返事もないし、明かりの影が動いてきません。いないのかしらそれに、お先一人で留守をしているという尼寺が、こんな大きなお寺なのかね立ち迷って、しばらく、 そこに腰を下ろしておりますと、やがてどこかで、がらりと重いけやとでも、開いたような音が響きました。どなたでござる誰か、こういうものがあります。振り向いてみると、階段の上に、一人の方位の人影が見えますので、うかがいますが、と、お蝶が小腰をかがめました。はい。と、じろりと見下ろしているのは、方たちの目です。なるほど、こいつ、あ、美しいや、と、腹の内でつぶやいている。 見ればお女中のようだが。ええ、あの、こちらは、花寺というお寺ではないんでしょうか。さよう、サイレンジといいますが、俗に、花寺でも通っております。じゃあ、やっぱりここかしら。何か、人でもお尋ねかな尼寺だと言うて、聞いてきたのでございますけれど、尼寺じゃないようだし。ああ、それでは、娘子は、江戸のお嬢殿という方ではないのかなはい、そのお長でございますが。 では、待ちかねているひとしがございますぞ。さ、上がるがいい。いや、そこから。もっと念を押そうと思う間に、方たちは、すすと、本堂の畳をすって、内陣の暗闇から、一個の網ぼんぼりを取って、それへ明かりをすりつけている。まだ半信半疑の気持ちで、階段の上に立っているお蝶を振り返って、今案内をしてあげる。さ、そこにいて、少し、足でも休めなさるがいい。お先は、こちら様に、 いいるのでございましょうかただいま、裏の暗室で、ちょっと、お勤めをいたしていますじゃ。そうですか、それじゃあ、と、お蝶は、初めて、ほっときを許しました。そして、暗いのを、幸いに、本堂の中ほどへ足を横にして座りながら、ああ、本当にくたびれた。茶を先が来ますまで、ここに休ませておいてもらいます。そう言って、内陣の方を振り向きましたが、そこには暇、今。 人が灯していた一個の網ぼんぼりが、図紙の、打点や古びた近礼の物体を、メラ、メラと、怪しげに明滅させているのみで、ホウたちの姿は、どこへ行ったか見当たりません。そのまま、いつまで待っても、音沙汰がないので、ちっ、どうしたの。お蝶は少しじれ出しました。自分から、来てくれと言って、使いをよこしておきながら、人をバカにして、帰っちまうよ私は。いいかいおんばや。 田元から出ほらしろの仮面を筆座に乗せて、誰にも言い、い人のない小言を般若に聞かせておりましたすると、瞳の中に火を焚かれたように、般若の木む瞳がとろとろと燃えて、牙に裂かれた青熊まで、急にすごく浮いて出ましたから、彼女が、あっと、それを投げようとしますと、お蝶、来たか。と、後ろの声です。仰ぐと、そこに白蒸布を着流した日本左衛門の影が水のごとく立っていました。そして、彼女の肩の上に、 網ぼんぼりの細い火をかざして、にんまりと笑みをゆがめている。膝に乗せていた般若の瞳が、とろとろと燃えたと見えたのは錯覚ですが、そこに日本イモンが立ったのは現実です。お蝶は、ぶるぶるっとすくんでしまう、五体をどうしようもありません。日本イモンの目は、冷ややかにそれを眺めて笑っている。彼女は、一尺二尺と、後へ体をずらせました。が、立つ隙がありません。逃げる隙がありません。腕もたもともつかまれていはしませんが、 逃れることのできないすくみよく来たな。俺は待っていたんだ。本馬のお先という使いは、この日本左衛門が出したのだ。こう言って、相手が膝を曲げて、ぼんぼりを下へ置こうとした刹那に、彼女は、アスカのように立ちました。と、お嬢。日本左衛門が鋭く言います。だめだ。廊下を見ろ、後ろの内陣をよく見ろ。白いものが見えないか、あれは人の骨ではない。担当だ。 お前が逃げるところを待っている、担当だぜ。その時には、明らかに、人の気配が、四方の闇に動いていました。すると、日本左衛門は、その愛へ向かって、うむ、と、まず呼びます。へ、肌のや、へ、稲吉。おう、四爪や。もうここはいいから、包丁でゆっくり飲んでいてくれ。うむ、用があったらいつでも呼ぶ。姿の見えない強音が、 静かにそこを去って行くと。まあ座るがいい。そうしていても仕方がねえだろう。お蝶の袖を押さえました。極端な怯えから、極端な落ち着きに移る気持ちが、自分でもわかるように、お蝶は、体の震えが止まっていました。度胸というのか、不てされというのか、処女のような恐怖の旅を通り越すといつも、お蝶は、怖いものを知らないような女です。で、引かれた袖の方へ、黙って横に座り込む。そして、 蘭マや寿司を見回して、そこに日本左衛門のいることすら都外したような顔でいますと、自分の帯から、にすんばかり、上の胸元に、トイレ流したような刀の峰が、ぴたりと突きつけられてきました。ちょうど、刀の神経で、心臓の音を聞こうとでもするように。何ですか、これは。そういったものです。赤い唇が。切れることに類のない美玄の長船の。まあ、きれいな鉄の色ですこと。おとといの晩。 お前に確かに預けておいたものがある。その命をな。私の命は、盗賊の借り物なんかではありはしない。ですけれど、今夜は、逃げも隠れもしませんよ。逃げようとしても、逃げられない。いいえ、逃げようとすれば、きっと逃げられるけれど、お前さんみたいな、しつっこい、根気のいい、そして、やたらに変な古文の多い人に見込まれては、私も助からないものと覚悟を決めましたわ。そうだ、お前の言う通り、俺は。 執着と根気の人間が。諦めたか。で、私を殺すつもりなんですか。嫌といえば、それより他に仕方がない。え、何を嫌といえばなの女房になれ。俺の女房になるとここで誓いをしろ。そして、俺がく幾せか訪ねている夜行の担当を、ともども、一緒になって、探索するということを、きっと俺に約束するのだ。夜行の担当のあるところですって。私、 何にも知りゃあしないのに。お蝶の言葉は、胸元へ来ている刀に、自分の体の動きを止められているようでもなく、だんだん、常の調子になって。それだのに、そんな誓いを立てたってしょうがないじゃないの。と、流し目に言って、相手の顔色をじっと見ました。いいや、お前は、そのありかを知らなくても、お前にそれを教えようとしている人間がある。誰ヨハンだ。山岳キリシタン族のものだ。だって、私、 そんなことを、誰にも頼んでありゃしませんよ。ともあれ、お前は、夜行の担当の秘密を開く一つの鍵だ。お前という、ローマ王家の血筋を伝えている人間があればこそ、死んでは渡り、炊いては変わり、この日本へ海を越えてくる、バケレンがある。だから、私と切れない縁を結んで、その夜行の担当を探して先に使おうとするのそして、その担当をローマへ売りつけようとするのほほほほほ、なるほど、あなたは、虫のいい泥棒ね。 お蝶。もう少し、俺の話を聞け。俺がそう言ったら、お前を、欲の手先にだけするようだが、みっいつそやの晩もお前を殺しかねたほど、俺の気持ちが変わっているのだ。変わっているって、どう変わっているんですか私には、なんだかさっぱりわからない。俺は、お前に恋をしている。刀で脅かして、口で騙すの日本サイモ嘘は言わない。いやか。 お蝶は手にしているしろの仮面を指で持て遊びながら恥ずかしそうに首を曲げて。わからないわ、私。ふいに、さやは刀を吸いました。日本左衛門はそれを後ろに置いて、ずっとそばへ膝を進めるなり彼女の体を寄せて。お蝶、嫌ではあるまいな。抱え余る腕の中に彼女の肩を伏しました。腕の中で金のかんざしがさらさらなって。知らない、知らない、私、そんなこと。 言ったかと思うと、彼女の手の内から、不意にひらめいた細手な担当が、日本左衛門の日払いと走ったのを、さっとかわされて、その脇の下を一文字に突きのめりました。その作か。と、平手打ちに、刃物を叩き落とそうとしましたが、測って立ったことなので、お蝶は、素早く返した担当を逆手に切りつけました。飛び下がって、後ろの太刀を掴んだ日本左衛門は、その小尻を向けて、お蝶へ体童をかけましたが、しかし、それよりも早く、 彼女は本堂の回廊をめがけて逃げ走っています。そして、ひらりと飛ぼうとしましたが、もう両方から駆け出していたウンムや、旗の矢や、千束の稲吉が、そうはさせずにかき止めて、静かにしろ。一人が、のどわい腕をかけて締め付けると、一人はいち早く手ぬぐいを取って、猿靴わをかける。それ、かごえ、棒、蜂助、頬たちが、本堂の陰へ手を振りました。ねじ抱えられたお蝶の体が、 ドタドタと痛えんを運ばれてゆくうちに、その両足を押さえていた旗野野球兵衛は、彼女の袖に潜めてあった洞白の仮面を抜き取って、素早く、自分の懐へ移している。が、彼の動作に気がつく者は誰もなく、お蝶を、箱の中へ放り込むやいなや、各2の辞典、1の2の22は、高飛びの足ごしらえに急であります。キャハンの紐、も、わらじの糸口、手早く結び終えますと、千束の稲吉、運務の腎臓、旗野野球兵衛、それに、 四つ目屋のし助と、都合四人、お蝶の籠を取り巻いて、茶親分、か佐の方へ一足を先に、一文字の傘を揃えて会釈し,しました。日本左衛門は、回廊の端まで出て、ロイロサヤの太刀を痛い,いについて手を置きながら、浄化境を出るまでは、人目につかぬよう、なるたけちりちりに分かれてゆけよ。と、見送っている。大花にゆらゆら揺れる明かりにもつれて、籠と人との影は、一桟に、 花地の本堂を後にして、三門の際まで走り出ました。途端です。その行き足を食い止めて、わっという波のような人声。とともに、下柱を蹴散らしたような銀磨きの実っての一つ一つから、ご用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 。果てしもない人数のわめきです。しまった。どんと痛いにこじりをついて、その立ちを横に下げ直した日本左門が、バラバラと、北条の奥へ駆け込もうとすると、内陣の宝刀、 京机を崩して、忽然と踊り立った一人の者が、日本左衛門まで、と鋭く呼び止めました。内陣から踊り出して、待てと、自分の前に立ちふさがった侍、日本左衛門は、それも保守役人の一人かと思いましたが、意外です。相良金吾でありました。こんな際また、この場所へ、金吾が姿を見せたことは、彼にとっては少なからぬ驚きであったらしく。おぉ<う>、と、飛び退いて。 ひっさけたフネの反りを小脇に、金吾だな、というげんに、その体は、すでに、自然な身構えを自しています。待てと言い,い、もうと答えたことだけで、もう、奏者は、一発を入れぬ退治となって、彼のフネと金吾の了解の一投は、何時でも、鞘を脱して、敵の血を吸わんとする用意を怠っておりません。金吾は、彼を、広い本堂の中央へ誘うために、じりじりと身を移しながら、かねて、 小仏の谷まで誓った言葉を、その時の高原をー己、よもや忘れてはおるまいな。うむ、それがどうした。日本左衛門。五体に力をみなぎらして、金吾が叫びます。今宵こそ、己の一命を申し受けに来たぞ。卑怯に、逃げ隠れをいたすなよ。証こりもなくまたやってきたか。して、約束の貴様の名分はどう立てるこの金吾が、 奥目の色に溺れている武士で歩かないかは、これを見て知るがいい。奥目の生首の代わり、異物として貴様にくれてやるから、取っておけ。一つ神の黒髪は、やにわに、彼の面上へ投げられました。暗に投げられた養父の黒髪は、煙のように散らかって、一筋一筋、愛欲の息をつき、秘伝の呪いを描くもののごとく、日本左衛門の顔や肩にまつわりました。えい、うるせえ。その黒髪を手がうごとく、殺人となったたちは、 発光の火を盾に引いて、金吾の真向こうへ落ちてくる。と、一宮流の抜刀砲金吾の刀は、抜く手の音もさせません。彼の奮然たる発見を交わして、木の了解の鮮やかな鉄色が、静かに、そして鋭く、眼光型な光が一筋になって詰め寄ろうとしています平手西願の形に。む。と、木を含んだ日本左衛門。みりみりと手にしている刀身に、彼の殺気がしびれてくるように感じたでしょう。金吾は、 一段と精を集めて、何々たる双棒を研ぎ澄まし、彼の隙をうかがいました。が、そうしている間に、早くも、本堂の階段や、そこ、ここには、三門の方から手分けをした捕手が、土足で回廊に踏み上がって、逃げ回る和尚の方たちと鉢つけを追って、ご用、ご用、という声を暴風のようにわめかせております。ともすれば、その実ってに、後ろを襲われそうなのが、著しく日本左門のふりでもあり、彼の気を裏立たせていました。 完全の邪魔者を早く片付けようとする焦り気が、閣下と燃える徳穂村のように、お長船の先からほとばしっている。金吾は一途です、死に身です。石火の恨みを、この機会にすすがなければ、彼の立場はありません。生きて何人に会わせる顔もない。孔子をきしている彼でした。この気持ちの相違は、嫌でも、双方の剣の上に現れなければなりません。日本左衛門が、つけ色をつけ色うとするほど、金吾は、 堅実味のある平手構えを崩さず、容易に弦を切って放たないのは、いつもの金吾とだいぶ違います。少なくも、あの、静観一徹な危な気が、今夜だけはないようです。あるいは、それを、自分の短所と知って、大いに戒めているのかもしれない。ですが、場合による、双方の気持ちの変化はともかく、根本の実力において、金吾の後者が、日本左衛門の豪筆な憲法に及ばないことは、 千鳥ヶ浜の場合でも証拠立てられている通り、動かすことのできない事実です。やがて、金吾の剣術に取った平成岩も、彼の素晴らしい圧倒的な冗談に割り込まれはしないだろうか、その危ぶみがないとは言えません。と案に相違して、どういう今日を見たか、やがて、かえって、金吾の方から、少しずつ攻勢を取っていきました。と言っても、3、4千ずつ、赤霊の王を振るように、両海のギリッとガが尾行を発しながら、 相手の胸痛へ迫ったにすぎませんが、今、恐るべき殺気を痛め切っている彼の喧嘩へ、一尺と迫ることは、半ば、地の淵へ足をかける覚悟でなければなりますまい。途端です。眠り竜のひげに触れたように、彼の気合が耳を打ったかと思うと、さから金吾の体は、斜めに走った日本西門剣風の先に飛んでおります。が、むしろ、それは、金吾として鮮やかなかわし方でした。彼の気合を空場にそらしたところで、金吾は、 恐ろししい速度で切りかけました左歯、右歯、息もつかせぬ構成です。たたたたと後六歩の間、日本左衛門も、全く受け身にならざるを得なかったくらい。おおいずれの声だったか分かりません。日本左衛門が、牽制を改めて踏みとどまった途端に、当然、両方の歯が火をすりました。真っ赤な伽藍の中に、硫黄の鉄の匂いが流れる。ご用、ご用。クリア北のほで、 双上たる人の足音が絶えません。そして、そこから見れば、三門の方は、火を焚いたような日裂日火の明かりです。お蝶の籠はどうしたろうか雲武や肌の矢やその他のものは、無事に、この寺を切り抜けて出たろうかこう思うと、日本衛門、己の身より、古文の上が案じられてならない。お蝶の籠が、気遣われてならない。A、ええ、青二歳。面倒と思ったのでしょう。それは、むしろ、 バクとも言うべきツバゼリを仕掛けて、いきなり金吾を押してきました。離れのした彼の大胆と、その上背から押してくる圧倒です。むむ。と、いやおうなく、ツバ押しに押されていく金吾。一歩二歩気を砕けば、彼の剣が、ズバリとそのまま欲するところを割り込むに違いない。あよろめきました。さっき、そこへ置かれた手職です。手職を離れたろうそくを踏んで、金吾の体が、意外なよろけ方をしたので、 互いに蛇舌を吐いて噛み合っていた二刀の銀蛇は、ふいを食って、意志のない光を描いて離れます。刹那に、日本左衛門は、こことばかり切って下げる。身を起こせば切られたでしょう。危うくも金吾ぱっと、畳に伏して足元を投げつけていました。その値打ちの払いが届いて、日本左衛門が片づねを断たれたか、彼の不おろしたたちが、金吾の背筋を割りつけたかその結果を見ぬうちに、突然、内陣の一方から、 真っ赤な加工がカット辺りを染めました。加工が刺して初めて知れたのは、いつの間にか、もうもうとした黒煙の渦が本堂の習いいっぱいに立ち込めていたこと。その、真っ黒な農園が、ゆるい運動を描いている中に、金吾と日本左衛門の影は、すでに、宝や角を無視したところの殺菌を混ぜて、翔たる火花を散らし合っている。もう、目を向けられない煙です。いずれが金吾か、いずれがこれか、その識別もつかないまでに。ふと見ると、 内のの深くは赤いいい巣が輝いているそして、白落した金霊の薬師如来か何かの仏像の足元から、主金の穂村がメラメラと津市の一角をなめ上げているのでした。火事。と誰やら絶叫して騒ぎ出すうちに、紅蓮は津市から円柱をつとうて、中央に本堂の梁へ。己、彭たち、彭たち。凄まじい物音が、その時内人の後ろに当たって響きました。 本堂の裏に火を放って、その騒ぎに紛れて逃げ延びようと図った和尚の帆たちは、自分の注ぎかけた油の煙と炎に追い出されて、潜伏していた底を走り出した途端に、それ、帆たちだ。御用。と、八方から呼ばわる捕手に追い回され、とどのつまり、僧帽の一軍に袋詰めにされて、実手の乱打に気を失い、高手小手に縛り上げられる。そこで、帆たち召し取った。と外貨が上がったとき、栗の隅でも、 寺男の八助が幕についた様子であります。が、一方、三門まで、お蝶の籠をやって、そこで、わっと、保守の一軍に出っ食わした、運務や四爪屋の一組の方は、どうしたでしょうか。無論、殺到した人数に驚いて、どう失うような連中ではありません。お、来やがったな。と、まず精悍なる運務が、太刀を構えて、籠の前に踊り立ち、千束の稲吉も手に、唾をくれて、よし、ここは、 俺と運務とで食い止めるから、畑の屋と四爪屋の兄貴は、一足先に出かけてくれ。叫ぶやいが、抜いたる刀を振りかぶって、御用と声のかかるを待たずに、群がる捕手の中へ切って入りました。裏山から阿弥陀街道へ抜けろ。出なければ、徳佐の奥から秩父の道へ。四爪屋へ向かってこう言いながら、運務もまた寄りつくものを切って払う。合点だ。後を頼むぜ。と、こう四爪屋の信介。それ、駕 裏山へ、裏山へ。と言ったのは旗野屋久兵衛です。久兵衛は、孫つく籠屋の先達になって、素早く境内を引き返し、88箇所の工事が中央にある鼻地の裏山へ向かって、無に無散に、お蝶の籠をのし上げました。そこにも、樹幹をちらちらする蝶ょのいくつかが、狐火のように浮遊して、しきりと行く手行く手の先を受け回しましたが、裏山を越えて、次の徳佐谷へ臨むと、もう逃げる天地は自由なものです。 もっと息をついてしんすけが、兄貴、ここまでくりゃあもう大丈夫だ。それにしても、親分はどうしたろうなと、畑の屋の姿を振り返りますと、今まで、籠の脇についていた久兵衛の姿が見当たりません。親四方を透かして、畑の屋おい、畑の屋。こう呼ぶと、四、五軒後ろで、おう、久兵衛がわらじを押さえて、かがみ込んでいるのがわかりました。どうしたんだ踏み抜きをしてしまった。 いた、あいと、ととんでもねえものを踏みつけて。え、釘でも踏み抜いたのか。真っ暗で、何を踏んだのか分からねえが、右の足が、血、血だらけだ。うーむ、どうにも痛くって立つことができねえ。おめえは先へ行ってくれ、早く先へ。でも、兄貴を捨てて。なあに、俺はまた、どうにでもして後から、追いついていく。だが、おめえは、これから落ちて行く道をどう取って行くつもりだ。 岩金峠の裾を塗って、奥秩父から中山道へ出ようと思う。そして、親分との約束もあるから、ひとまず、かつの木更津あたりで、みんなの来るのを待ち合わせている考えだが。ちゃ、俺も、きっとそこで落ち合うから、構わず先を急いでくれ。何しろ、足に怪我をしちゃ、帰っておめえの足でまといだ。そう言われても、まだ新助は去りかねていましたが、そのうちに、保守の提灯と人影が近づいてきても、まだ。 肌の矢が腰を上げようとするけぶりもなく。さ、構わずに行ってくれ。おめえと一緒にいちゃ、帰って俺も逃げにくい。と手を振っていなむので、ではとせひなく、後日の会合を訳して、四つむの新助とお蝶のカゴは、徳さ谷を下って、山続きの深くへ影を消しました。後で、久兵衛は、ケロリとした顔で立ち上がって、懐から、手ぬぐいでくるんだ仮面を出してみながら。さて、これから、どういう寸法にしようか。 と峰を辿って元来た方へ引き返していく。だ、が、別段足を痛めたような様子も見えません。おお、火が上がったぞ。そして、鼻血の伽藍がすぐ真下に見えるところまで来ると、彼は手にしていたしろの貴乗仮面を顔につけて、そこに倒れてある石仏の背中へ腰をかけ、うむ、こいつは美しい。と、両方の手へ仮面をかぶった顔を乗せて、沖に火の粉を吹き上げてくる修羅の騒ぎを、 他人事のように見下ししていました厨房が頬杖をついて見ている目の下の眺めは、なるほど、きれいといえばきれいです。壮観といえば壮観です。何が美しいと言って、世に、大きな炎が物を焼き尽くしていくほどの変化のある美はありません。ですが、その美観は、それを対岸の火災視することのできる、冷たい瞳にだけ映るもので、ひとたび、その紅蓮を身にかぶるなり、その火の粉に追われるなりするときは、人間は、決して、 火を美しいとは言いますまい。今も、話の炎上を、久兵衛は、山の上から、頬杖に顎を乗せて見物していますが、その火の粉の舞うところ、その炎の渦巻くところ、その黒煙の底は大変です。文字通りな修羅の地です。誰が苦行して解散いたか、あたら、この一冊も、工房大使を売り物に、ゴム草薬の看板をかけられ、懲りの済む以上な人間の巣となって、今は、不上役人の駆けつり回る間に、 惜しままれもせずバリバリリと焼けています仮にこういう寺にも仏心のある菩薩の像が据えられていたならばむしろ焼けた方が良いと大紅蓮の厨子の中で嘲笑っているかもしれません何しろ炎はない風を呼び集めて花地の境内その他和長四方の子たちの中まで夕焼けのような明るさですそしてガランの大ひさしから吐き出す黒煙の影が赤い大地をムラムラと動いていく 運務と稲吉の二人は、あまたの実っに隔てられて、別れ別れに、保守の人数を悩ましているようです。それも、二手になって働いている、黒い人影と刃物の光に察知られることで、いずれが、稲吉やら運務やら、この、慌ただしい爆音と黒煙とでは、とても、その行動を見て取ることができません。しかし、しばらくすると、一方の総統がやんで、保守の影が一段に移臭したので、それが、千束の稲吉を囲んでいたのだと知れました。 さすがの稲吉も、ついに、力が尽きたのでしょう。折り重なった捕手の下になって、騒ぐな。こうなりゃ、めめしい真似をする稲吉じゃねえ。潔く脇差しを投げ出しました。で、わっという声を上げて、稲吉を取ったぞ。と捕手たちが叫んだものですから、それが、運務の耳へも届いたと見えて、よし、俺が、たちと命が続く限り、いらざる真似をしやがった柳沢家のやつらを、ザンって、ザンって切りまくしてやるから。 見ていやがれさながら、悪鬼の様となりました。脇差しの刃もそれを取る手も、血みどろです。おまけに、カクカクと燃え上がっている炎の色が、彼の死に物狂いな形相に凄みを加えていますから、その姿だけでも、二十や三十の保守を癒して寄せつけないには十分でした。で、ここの方は、彼を遠巻きにする下のごときじってが、ごようごようといたずらに騒ぐばかりで、運務の終焚、いつとも果てしが見えません。時に、 その雨と降る火の粉と人数の中を、チめでシックしている一人の気候子がある。また、もし、その人に怪我をさせてはと、絶えず、影について火をくぐり、煙をしのいで、後から駆け歩いている、もう一人の目飽きしていの男がある。区議官、なんで、措置は、わしの後にばかりついて回る手分けをして、日本左衛門を探し出せ。わしは、お蝶の姿を見つける。そのお蝶は、あの籠の中に隠されていたのだとは知らずに、こう、 完璧の高い声でののしったのは徳川万太郎です。区議官も、ここへ踏ん込むとともに、それは気が気てないのですが、何しろ、この自力を顧みない奔放な若殿を、一人で、修羅の中へ放り出すことは、とても危ない気持ちがして。でも、万一若様に、間違いでもありましては、この区議官が、後日申し訳が立ちませぬ。というと、万太郎は、嫌が上に、願釈を起こして、バカ、バカ、このような場合に、 私を足手まといにしているやつがあるか。見くびるな、この徳川万太郎を。万太郎だからとて、火や剣を恐れはしない。祖族の、一人や二人、残って捨てるに、何の造作があるか。お前は裏山の方を探してみろ。わしは、炎をくぐって、この本堂の中を見届けてみる。と、意気健康です。さあ、その調子ですから、区議官は、何とも、ハラハラさせられて、この人のそばを離れることができません。 やや時遅れておりますが、万太郎と区議官が柳沢家の保守を借りて、ここへ襲撃してきたことは、相当な筋道のあることで、決して偶然ではありません。2、3日前から、花地の付近には、十分、探りが入っていました。ですが、一挙に、今夜の欠航を促したのは、前夜、しかも侵攻になって、柳沢家の甲府町方役宅へ、徳川万太郎宛に届いた、無名の飛脚からです。侵攻を驚かした手紙は、 それより、少し前の時刻に、町の飛脚屋を叩き起こして、かの旗の野球兵衛が投じたものであることは、重ねて、説明に及びますまい。無名ですから、何者が投じたものか分かりませんが、とにかく、内容には、妙や五条花街の花寺で、日本左衛門とその他のものが、必ず落ち合うことになっているということ。また、美周家の秘蔵仮面を持つお蝶も、同じ時刻に、そこへ姿を見せるでしょうとして、意外な秘密が暴いてある。 1> 中1日の余裕がある。で、手配はみっちりつきました。すでに、この金坊には、否認などに変装した者が、今日の夕刻を期して、ちらほらと立ち回って、その間違いのないところを、彼へ知らせが飛んでいました。前もって、柳沢家とは、了解のあること、人数は、望み次第待町方より木から繰り出すというので、万太郎の意気込みは鋭い。そして、寺まで来ないうちに、荒川縄手では、お蝶らしいものの影を見つけ、また、 そこに倒れていた、単調の奥目の不思議な死骸をも見出しました。その時彼をよく知っている区議官が、奥目の体を改めて見ると、なんとも腑に落ちない点があるし、かすかに呼吸もあり、体温もあるので、2、3の組子に言いつけて、ひとまず、奥目の体は、そこから役宅の方へ運んでおくように言い残し、前を含んで、鼻血へ近づいたものです。ところが、第一に、何よりの手違いを見たのは、人数が、 忍びやかに三門へ近づくやいな、計らぬかごとちんとが、向かうから、何も知らずに出てきて、手配の整わぬうちに、そこで、嫌でも物音を上げなければならなかった不足のことです。不意だったので、先も驚いたでしょうが、保守の方も行動が一致しない。とこうするうち、本堂から火が上がる。人数は、いたずらに散り散りになる。そして、肝心なお蝶の姿と日本左衛門が、いつまでも見当たりませんから、万太郎たるもの、 青筋を立てる言われは多分にあります。議官はまた、この人あるがため、自分の貧章を書いているのを知っていますが、口には言えないで、茶、本堂の方は、手前が見届けますから、若さまは、裏山を一つ。と、それとなく、無難な方へ彼を避けさせようとしましたが、何がさて、人の指し図などを受けて、その通りに動く万太郎ではありません。いや、裏山へは措置がいけ。あの日の手を危ぶんで、保守どもは、 がらんのうちから皆飛び出しておるではないか。不甲斐ない集め。紅蓮の日差しの上に臨んで、煙の立ち込めた真っ暗な本堂の階段へ、もう、一山に走っております。ちっと、釘きかんは下打ちをしましたが、さりとて、もて余した若殿を、もて余したまま見捨ててもおけず、続いて、墨のように焦げた本堂の板へ、じっておさか、手にひらりと飛び上がりました。むっと、面を吹いてくる、熱風と熱気に。あ、万太郎様。 彼は、思わず、袖口で息を抑えながら、畳のあるところへ、足を踏んごんではいけませんぜ。畳の上へ。向こう水な万太郎も、おそらくそれは感知したでしょう。柱、器、暗淡たる消熱の闇の中に、すべて、ちらチラと火をはせておりますが、畳ばかりは、一見、何の異常もないように見えます。が、それへ身を乗せたが、最後、柔らかに焦げ切っている藁の人ともに、ドスンと、 と、底へんを回って、奥と地物堂の境まで来たとき、突然、一方の長廊下に当たって、バリバリというすごい物音です。と同時に、何者か、煙をくぐって、駆け出したような強音を聞きました。やっ、一旦、そこを駆け抜けた万太郎が、不審と、きびすを返して飛んでくると、今しも、一室の源氏窓を蹴破って、 火の子と共に踊りでした、大あらわな男の影。日本左衛門。喉の内で、こう叫んで、万太郎は、一丁足に、煙を払って追いました。先の影は、インス酒刀で、庭廊下をドドドドッと駆け出していく。己。その後ろへ万太郎が、木いっぱいに切りつけた抜き打ち。あというと、彼の刀は、清流刀のような空なりをさせて、徳川万太郎そのものの体と共に、 相手の肩を越して、包丁の庭先へもんどり打って捨てられています。怪しげな人影を追って、万太郎が奥へ駆け込んだ様子に、釘官は、ひややりとしながら、同じ、廊下を板んと飛んできますと、その心配も間に合わないで、あっという間に、先の相手に、彼は、気味よく庭先へ投げ出されている。松や楓などの庭木にくるまれているため、まだ、この一棟には、大して火が回っていなかったのが、せめてもの行行でした。万太郎を投げ捨てた者は、 それに見向きもせず、なお進んで、最後の一室へ駆け込みました。そして、そこの肘掛け窓へ足をかけて、外へ飛ぼうとするところを、釘ぎかんが、やろうと、たすきに組みつきました。釘抜きと言われた勘次郎が、後ろから好みをつけて、こう組んで締めた以上は、たとえ、日本左衛門でも、めったにこれを振りほどかせはしないと、彼には自信がありました。えい、ー、と、相手はもがいて、はたき捨てようとする。 そして、その手にするたちが、耳の近くを、幾度か空を切ってうなりました。がもちのように粘りついた釘抜きの体は、容易に離れないで、そのまま、よろよろし城へ引き戻しましたが、やにわに、相手が膝をついて、肩をすかしたから、せひもありません。はっと思うとたんに、忠術の無双ほとき、すでんと、前へ打っちゃられる。くそう。と、倒れながら、釘管のじってが、いきなり横に払って、敵の片すねをビュッと打つと、 飛ぶというよりは落ちるように、相手は、後ろへ捨て刀を食わして、窓の下へ地響きを打たせました。ところへ、先に庭先へ投げ捨てられた万太郎が、羽を着てそこへ来るなり、最善の相手と見ましたから、お、痛かい、とうめきながら、前の手痛い目も忘れて、無に無さんに切りつけてゆきます。誠に、この若殿の憲法なる者は、しばしば実例が示す通り、愚痴の目でさえハラハラするものでありますが、長袖の大名育ちに似合わない。 その無に無三流な息だけは、愛すべきものであるやもしれません。果たして、一方の者は、万太郎としては、列列な気込みでザンってかかった歯を、二、三号ほど、チャリンと軽く跳ねつけたばかりで、まっしぐらに、彼方へ向かって駆け出すのを、彼はまた得意となって、己、待て、と、追いかけたものであります。五、六軒ほど、たットのごとく身を飛ばしてから、先の相手も、窓を越えるとき、じってで払われたすねのいたてが、 にわかに答えてきたものと見えて、よろりと前へのめりかかる。えたり。と、万太郎。そこを、せわりにと浴びせかけましたが、のめりながらも、相手の体は、素早く横に変わっております。で、二度までも、しまった。と切り滑って、空を切って泳いだまま、体の取り返しもつかないところを、先の腕が、そのへてを抑えて、むずと手元へ抱き込みました。すは、若殿の気球。と、仰天して、 釘かは、けるいとまもありません。やっという声のもとに手を離れた早ほど気の取り女王56軒の宙に奮闘を踊らしてうぬと投げた女の端をグッと睨んでうねりを引きます女の手加減鮮やかに功を奏して非女は万太郎の手首を掴んだ敵の左腕をぐるぐるっと巻きつけましたが左腕を取っても何になりましょう右手の銭波が横殴りにそれを払うと女は けを折っったように、にとなっててにに断られている。しかし先にそれだけの隙を作らせたので釘管が手元へ付け入る余裕はできたわけですはやぶさのように彼の懐へ飛び込むそして振り込んだじって同時にさっと上がった敵の剣と持ち直した万太郎の刀とがそこに三隅線の白い光を引いた刹那やあなたはが然として相手は底読みを屈して あとの言葉もなく、ガバと大地に顔をうつぶせてしまいました。万太郎は、きわさけがしたように、自分の前へひれ伏した男の姿を、不審そうに見つめていましたが、釘管は、刹那なに膝を折って、もしやあなたは、金吾様じゃございませんか。と、その手をすくい取って握り締めると、おお釘管。かすかに目を上げて、恐る恐る、彼と万太郎を見上げる眼差し、それは、紛れもない金吾であります。 万太郎も、愕然として、驚きの目を一層見張りながら、えさがら金吾だとおう、そちが、おう、金吾か、とばかり、ただ呆れたように自出している。彼として、金吾の姿をここに見たのは、全く思いも受けぬ突然でした。その意外さとともに、突然な開口が涙ぐましい感激を突き上げて、しばらくは言う言葉をすら知りません。が、やがて、万太郎の口から出た言葉は、常々、 金吾が恐怖していたような冷たいものではなかったのです。どうしたのじゃ、相良。と、彼の堅い手を乗せました。かねて、区議官から、措置の消息は聞いていたが、なぜ、わしのところへ戻ってこぬのじゃ。この万太郎に愛想がつきたか。以前と、少しも変わりのない集中の言葉です。いや、そういう階級意識を超えた愛熱が、言葉のうちに溢れていました。滅相もない仰せです。負傷者の、金吾。 ただ申し訳もござりませぬ。彼にはそういうだけの答えしかありません。もっと付け加えれば、まだ、ここで万太郎と会うのは、何としても面目がないということを言いたかったでしょう。けれど、万太郎は、この奇遇に何者も忘れたような満足を表している。そして、区議官と共に、どうしてここへ来合わせたかと尋ねましたが、彼は、熱海以来の経過や、秦野野球兵衛の助力のことなどを、ここで詳しく話すには、あまりに心がせいているので。 簡単に、その要点だけを言って、すぐに、日本左衛門の後を追おうとして立ち上がりました。で、久喜勘も万太郎も、にわかに、気遇の喜びから覚めて、彼と共に、鼻血の庭から、陥木の小道を分けて、日本左衛門が逃げ延びたと、おぼしき裏山へかけ、上がっていきます。そのころ、ちょうど本堂の方で、傍然たる炎の音響が、地鳴りをして、天地に狂いました。建物の中心が焼け落ちたのでしょう。一瞬の後は、 黒煙と火の粉ばかりが、その辺りに立ち込めて、紅蓮の勢いはやや下火です。で、夕焼けの尺光が滅ぼしたように、裏山の一帯が急に暗くなったと思うと、そこの頂上に頬杖をついていたハンの顔も薄れて見える。姿は薄れてしまいましたが、そこで、久兵衛のつぶやきだけは聞こえました。あ、とうとう焼け落ちてしまいやがった。しかし、どうしたろうな、金子様の方の守備は、と。ところへ、通報の距離に。 ガサガサと人の来る強音がしたので、久兵衛は慌てて仮面を外し、ポンと、後ろの草むらへ飛び込みましたが、先も、その物音を怪しんだと見えて、急に足を止めた様子です。そして、しばらくの間、双方が、そのままの距離を保って探り合っていましたが、やがて、乱敏蒼白な目をなし、抜き刀をひし下げたその人影は、久兵衛のすぐ目の前を抜けて、徳佐谷の方角へ、風のごとく駆けすぎて行きました。行けねえや。その後で、 姿を見せた久兵衛は腰掛けていた石仏を踏み台にしてうまく網の目を抜けやがった今なら日本左右門だと舌打ちをして伸び上がったものですまもなくそこへ息をせいて追ってきたのは彼が今夜の守備いかにと案じていた金吾ですそして釘痴も来る万太郎も勢い込んで追いついてきますしかしすでに長打は遠く逸しているのでその意気込みのやり場もありますまい そこで、待ち設けていた畑野野球兵衛は、自分の手に収めておいた、洞代の騎女仮面を金吾に手渡しました。久し借り知る天の般若は、喜びに震える金吾の手に抱えられながら、改めて、万太郎の手元へ返される。日本左衛門という憎しゅの大魚は、ついに、その晩、それ以上の追分を尽くすべくもありませんでしたが、ともあれ、商店の川うわらべ穴内来、一同の心を悩ましていた仮面だけでも、無事に帰る人の手へ帰ってきたのは、まず、 上況とまではいかなくっても、守備よく運んだものと言わなければなりません。この手柄は、1に、旗の屋の奇策にあるところ、金吾は、万太郎の喜びを受ける前に、その礼を、先に彼へ述べなければならないと思いました。しかし、久兵衛は、そんな面倒な礼などを受けている、顔つきもなく、もうすけがさを引っかぶって、ちゃ、相良様、いろいろお話もございましょうから、手前は、一足、お先に、仲間のものを追いかけます。 どこへっておっし,ゃっしゃいますか徳佐を越えて秩父の奥秩父を過ぎて中山道それから勝つさの加納山で落ち合おうというのが仲間の約束でございますから日本左衛門もいずれその方角でじゃまた秩父かどこかでお目にかかることになりましょう何しろ足のような日陰者には禁物な親方がそこにおいでですからひとまずご遠慮いたしますと釘官の方を向いて笑いました 君の悪い薄笑いを自分に向けられて、区議官は初めてハッと感づきました。こいつは日本左衛門と兵糧にかけてどっちとも言えない表情を持ち、旗の矢という牢族ではないかと。けれど、久兵衛はその途端に器用にどこかへ立ち去っていました。こう砂も立てない器用な逃げ方をされると、目明かしとしての区議官もさまで口惜しい気持ちにもなれませんでした。ただ、金吾と彼との関係を不審と思って見送ったのみであります。その疑点は、 やがて、金吾の口から解いて話し出されました。彼が、元金割れの父に仕えていたものであること、また、保温的な行為に出た老族の気持ちなど、その動機から、今夜までの経過をつぶさに聞くと、万太郎は、一も二もなく感激して、そういうものであってみれば、腸にかけるのは痛ましい。なあ、釘官、日本左衛門は捉えても、旗の矢だけは許してやるがよいぞ。と、彼の顔色を察して言いました。しかし、釘官は、 それに対して承知したとは言いません。幕府からノット城を預かる自分の立場から見れば、即と名のつくものは、日本左衛門だろうが、旧米だろうが変わりはない。例えば、それが血縁のものであろうと、見逃すことはできないのです。で、何とも答えなかったものだから、その問題には触れないで、話は、その先の相談に進んでゆく。差し当たって、何よりの当枠は、仮面の処置です。それは、一刻も早く。 市ヶ谷上屋敷の終わり吉道万太郎の兄になる人、および裕福に閉じられているであろう、父の終わり中将の手元へ送り届けなければなりません。だが、万太郎には、それを江戸表に携えていって、屋敷の歓喜を説いてもらおうなどという、素直な考えはも頭ない。俺の跳躍はこれからだ。今までのことは、ほんの除教でしかない。夜行の担当を探そうとする途中の一波乱でしかありはしない。こう考えている彼です。 気がかりだったこの仮面さえ、江戸表へ届けておけば、もう、何らの効果なく、夜行の担当の捜索に歩くことができる。吉道の身も父の中将も、秘蔵の仮面さえ、元の屋敷へ帰ってくれば、安泰なものである。一個の万太郎は、一個の宝生寺と許してもらって、感動のまま、初一年通り、これから、先こそ、羽の伸ばしたい放題に振る舞うのだ。やがて、夜行の担当を手に入れる、そして、南蛮線に身を投じる、そして、 憧れの海の彼方、ローマの都府を訪れる。愉快だ。万太郎の胸は踊る。それはいいが、とにかく、目前の使いに困りました。誰に、この仮面を託して、江戸表へやったものだろうか。もとより、釘議の体には暇がない。金吾は、これから、秩父の道へ、日本左衛門を追跡していくという。いや、自分も釘議も、一刻も早く、ここの始末を切り上げて、同じ野党を追わねばならぬ。 あのキリシタンを蝶のカゴを追って。とすると、差し詰め、この仮面を江戸表へ届ける使いはないことになります。そうかと言って、心のわからぬものに持たせてやるのも不安心だが、と考え込んでいるうちに、彼の協定から、ニコリと笑った小アッパの顔が浮かびました。そうだ、次郎。高麗村の次郎。横手を打って、万太郎は2人を連れ、ひとまず、そこの裏山を降りました。焼け落ちた鼻血の余人の中には、まだ、 柳沢家の人数が右往左往して動いている。鶏血の秋。花輪の小末に白い花が動く。山ぶどうの葉がペルシャサラサのように染まる。秋の歩みは目にも見えてきました。やがて、武蔵野の壁空にも、赤とんぼの潮流が、旅人の傘の上に流れてきましょう。ことに、峡谷の山懐、高麗の里高麗村の部落は、もう何もかもあきめいています。そして、この秋を、部落の長の千賀老人は、 ひどくく寂しし閉じ込めていましたおあつらいなさらなければいいが、家付きの剛士たちは噂している。あまりのんきらしく、大きな声で、薄番かなど歌うなよ。部落の土民たちも気兼ねして、本の踊り、石神の灯籠祭りさえも、今年は、ひっそりと済ましたくらい。おりん、そこを開けてくれ。その線が老人が言いました。例の広大な屋敷ご隠れ家の奥深き一室です。老人は、鶴のような倉庫を、 鎌倉堀の小机に寄せかけて、秋だなもう秋だぞよ。と、庭面の障子を開けた小間使いのおりんに向かって、二度ばかり、同じ言葉を漏らしました。秋でございます。おりんは、そこへ三つ指をついて、障子を開けますと、木製の匂いがお部屋へ流れてまいります。火に群れて、むせるようではございませんか。気のせいか、今年は、木製の花も、薬のような行為に感じる。この冬は、 わしは病床につくかもしれない。まあ、ご隠れ家様が、常にもないことを仰せ遊ばす。そんなことがあって良いものでございましょうか。今日は、本当にお顔色がよくていらっしゃいます。いや、それは、さっき、少しばかり酒を含んだせいじゃろう。いつぞや、お酒蔵の掃除の時、蔵の底から体操を振るい、苔桃の名刺を見つけたと、侍衆が陳丁がっておりました。何でしたら、その苔桃の古酒を少々思持ってまいりましょうか。 止めめておこう。酒も、にには慰なならない。ごもっともでございます。おりん、もう、秋だぞよ。はい。老人の心を慰める言葉に窮して、おりんもついうつむいてしまいました。どうしたろうな、月絵は。ついに、千賀の口から、いつもの探索が出始めます。夏ではないか、まだ暑い頃ではなかったか、月絵が屋敷に戻らぬのは。それがいまだに帰ってこない、手を分けて探してみても。 姿も見せぬ。本当に、どう遊ばしたのでございましょう。いつか、馬屋の馬を引き出して、久米川の辺りへお遊びに出たまま、とうとうお帰りなさいませぬ。わしは考えておる。誰か、小まけに遺コンを持つ者に、謝められたのではあるまいかと。おめおめと、そんな策にかかる、お嬢様でもございませぬ。では、還元をもって、数わかされたか。それとしても、何か、頼りぐらいは聞こえそうなものと存じますが。 そうだの、生きたか死んだか、風の知らせぐらいはあってもいい。それが、これほど手を尽くしても、行方も知れねば安否も知れぬ。堺しいふりをするようでございますが、おんが考えますには、これは、きっと、お嬢様のご気少から、次郎殿を探しにおいでになったに違いないと存じます。次郎を探しにはい。お嬢様は、次郎殿がお屋敷から見えなくなったことを、大層悲しんでおいでなさいましたから。鮮魚なやつじゃ。 老人の顔には、一人のマナ娘を思いやる愛着と怒りとが、抑えがたなく見られます。おんは、千が老人のその苦悩に、心から同情を寄せている。本当に、今のご隠れ家様としては、月江様一人を、この世の楽しみとしていらっしゃる。その月江様にもしものことがあったら、このお方のあらゆる希望は霧のように散ってしまう。今は健やかでお美しいが、やがて老人を持つ年齢になると、 必ず若く親して死ぬという恐ろしい遺伝の血筋を断とうとして、幾とせかご隠れ家様が苦しまれたのも、月江様が可愛いため、そうして、その薬とする探知を取るために、家付きの工事に命を含ませて、幾多の旅人の生き肝を取られたのも、お嬢様が駒けの一つ種であるため、また、夜行の担当を訪ねておいで遊ばすのも、その愛事のためにより、多くの幸福を残しておこうというお心なのに、思えば、困ったことになったものです。また、 ご隠れ家のお屋敷には、いわゆる家の子と称する、小間け手買いの講師たちも、何十人といることはいます。けれど、いずれも反応育ちのノブ氏であって、一丁の変に、伸びをあげたり狂気を取るには、優れて役に立ちますが、今のような場合に、老人の心の話し相手となるようなものは、一人としてに見当たらない。おりんは、それもはかゆく思われて、せめて、こんな時には、あの組の進むでも訪ねてきたら。と、普段は持つ。 あの嫌な性質に対する喧気も忘れて、その久しく訪れてこないことを寂しく思う。そういえば、ご隠れ家様、あの席久米の進むは、どうしたことでございましょう。久米の進むか、と、老人は気がなさそうに、久しく見えんのお嬢様がいらっしゃるうちは、毎日、うるさいように訪ねてきておりましたが、近頃は、あのお人も、すっかり姿を見せませぬ。わしが、彼に約束したことがあるから、その方で夢中になっているのじゃろう。 それは、どんなお約束でございましたか月江を妻にくれというあれがな。僭越な。だから、私は、あの男を好みませぬ。それでご隠れ家様もお断りなさいましたかやると言うたよ。ただし、夜行の担当を探し求めて来い。その上には、月江をくれようと申したのじゃ。すると、久米の進む、大層自信があるように、きっとと誓って帰ったが、それから、すっかり音沙汰がない。 ご隠れ家様、私が、一つ、言ってみてまいりましょうか。どこへ久米の進むの灰島の家へ。そして、お嬢様のご消息を正してまいります。ことによると、あの男が、何か、それに関わりがありはしないかと思われますので。そうか。だが、灰島まではだいぶあるぞ。女一人では、夜に入って寂しかろう。いいえ、お凛にとっても、大事なお嬢様。 じっとこうしている方が、かえって心苦しゅうございます。では、誰か郷氏を連れて行くがよい。京介でも三五兵衛でも、一人が結局よろしいかと存じます。それに、もし、そこでも手がかりがなかったら、心当たりを尋ねたいと存じますゆえ、どうか、四五日の間、お凛にお暇をくださいますように。午後でした。染谷の宿の実家へ、用田市に行くという体で、おんは、高麗の峡谷から、 武蔵根の裾へ降りて行きます山を出て平野の一端に来てみますと見渡す限りの武蔵野の腹は雄花の銀ネズ色の一色にぼかされているそしてその雄花の波の中をコントさの日傘に赤い帯の後ろを見せたおりんの姿がお嬢様月江様心の内で呼びかけて探してゆく峡谷のお屋敷を出てここの広い秋の天地を眺めますとおりんはもうすぐそこらで月江と会うような気がしてなりませんでした ポーンと、すすきの中から、けまりが空へ飛び上がって、あの軽快なお嬢様の姿が、両手を上げて、自分の名を呼ぶような気がする。見る間に、あなたから、一頭の駒が近づいてきて、駒の上から、下げ髪の月江が野菊を投げて、おりんやこっちだよ、そう言って駆けすぎていくような意外が、今にも目の前に現れそうな気がするのでした。けれど、それは、雄花のもやに幻を描いているおりんの白日夢です。あるけどあるけど、月江は、 愚か、会う人とではありません。なんと静かな武蔵野の昼でしょう。彼女は少しくたびれました。まだ、久米の進むの家のある灰島までは、そこから、一里半は確かにある。汗ばんだ額際のおしろいを小菊子で叩いて、日傘をたたみながら、しばらくそこに休んでいますと、どこかで、かすかな人声が流れました。二郎や二郎や。それは、肉声です。人が人を呼ぶ声です。ふと、その遠いところに、 オリンが四方を伸び上がってみますと、彼方のすすきの道を分けて、土民の女房らしい豊島の女が、次郎やあ、と、愛称的な声を長く引いて、しきりとその辺りを見回しています。やがて、オリンも、日傘を、手に小走りに駆け出していました。近寄って、豊島の女を見ると、彼女の想像にたがわず、それは、野谷の半五郎の妻家の高麗村の次郎の母親です。おつねさんじゃありませんか。声をかけると、 女はびっくりしたように、取り乱した姿を決まり悪げに。あ、おりん様でしたか。そこへかがんでしまいます。二郎さんを探しているんですか。はい。二郎の居所を知っていたら、おりん様、どうか教えてやってくださいまし。おつねは、赤に汚れた袖口を目に当てて、さめざめとそこに泣いている。私も、お嬢様の居所を探しに出てきたところなんです。じゃ、二郎さんも、どこへ行ったかわからないのですね。 あんん。な不幸者はございませくどくように、おつねはおりんへ話し出します。その帰らないのも、もう10日や20日ではないのでございますよ。どこを飛んで歩いているのか、親の心配も知らないで、ちっとも顔を見せません。で、毎日、今日は帰るか、明日は来るかと、単や小屋の軒に立って見ていますと、さっき、高州路から来た一人の旅の人が、何でも久米川の辺りで、のやりを持った、そんな小僧がうろついていたと教えてくれたので、 急いで探しに来たんですけれど。見つからないのでございますか足も声も疲れてしまって。それはまあ、と、おりんは、おつねの素足から血のにじんでいるのを痛々しそうに眺めながら、人違いだったのでございましょう。あの子がこの辺にいるものなら、なんで、家に帰らずにいるものですかそうすると、あれは他国へ行ったのでしょうかさあ、それはわかりませんが。大それた子でございます。本当に末恐ろしいようなやつで。 いいえ、小牧のお嬢様まで、同じ頃に行方知れずになっているのですから、これには、何か、深い理由があるに違いございませぬ。私は、それについて、はい、島の関久米の進むのところへ、様子を正しに行くところですから、ことによったら、そこで司祭がわかるかもしれません。そうしたら、すぐにお宅へも知らせてあげましょう。お常が、一緒に来るというのを無理に返して、彼女は、そこから久米川に沿って歩み出しました。すると、間もなく、 ままたた彼女を追いかけてきた男がありますおつねが帰るとすぐにかけてきたものらしく、のたんやのハンゴロウが、灰島まで送って行くと言って、おりんの後に着きました。二郎は好きな子だし、おつねはしつな女だしするが、おりんは、前から、片目のハンゴロの性質の悪いのを聞いているので、その親切も、なんとなく、気味悪く思われて、帰ってください。一人で行きますから。たって断りましたけれど、ハンゴロは、 帰るけぶりもありません黙々としててついてきますしかし、そうしてハンディばかり歩くうちに、オリンの懸念も薄らいできました。ハンゴロウがついてきたのは、決して、他の邪心を隠しているのではなく、彼もまた、ロ郎の身を案じて、一刻も早く、その安否が知りたいためだということが、動作や言葉のうちに、正直に現れて見えたからです。ハンゴロウのようなハラクシャでも、和歌子の心配には、あんな素直な人間になって、 しおれかえって心配しているものを。おりんは、ご隠れ家様の憂鬱を、いとどお気の毒に思いやりました。そして、久米の進むの老宅を訪れたら、そこに、何かの手がかりがあるようにと、次郎の親のためにも、念実に羽織られません。ほどなく、七つ下りも少し過ぎて、灰島の丘にたどり着きました。丘の上の唐松の林が、薄づく日に赤く染められてあおがれます。関久米の進むの老宅の屋根は、そこより低いところの芯。 黄色な雑木の葉隠れに黒く見える。例の荒れ果てた丘の屋敷。崩れた土塀には、鶴草の葉が中央に這い、骨ばかりな歌舞伎門は、あらかた雑草に埋められております。そこを通ったおりんと半五郎は、いくら郷士の住居でも、これは、あまりな荒れようと呆れながら、母屋の前にかかりましたが、いくら訪れても、久米の進むの返事がないので、留守であろうか。と、がっかりして辺りを見回しました。されば、いくら訪れても、 返事がないのは当然でした。この荒れ屋敷に住む関久米の進は、いつかここへ駒を寄せた月江とともに、八王子の町に向かい、あリから小仏越えにかかって、自分の野望を遂げようとしたため、かえって、月江を谷底へ失い、己は、通りすがった日本左衛門と先生金右衛門のために殺害されてしまっている。その死骸さえ断崖へけ込まれて、誰、一人、彼の死を里へ伝えたものもありませんから、骨ばかりの歌舞伎門と朽ち果てた母屋の住居は、 落葉や秋草の離れたる丘に、に今もっってて帰らぬ主人待ちぼけを食っています。ただ一人、ここの台所に働いていた老婆も、いつか姿が見えなくなって、どんぐりの木の物干しに、洗濯物のかかることもなくなりましたから、この分で行くと、晩秋の月夜には、女たぬきが、こう海みに来るかもしれないほどなたら屋敷なのです。返事のあろうはずはありません。でも、そうとは知らないおりんは、念のためにと、ハンゴロウを促して、家の裏手へ、回ってみました。 そこに、あるべからざる人影が3人、新バなものを取り囲んで、じっと腕組みをし合っている。新バなものとは、鶏の血のような、葉とも花ともつかない植物が、そこに群生製していたのです。今思えば、それはケイトバナの種族ではないかと想像されますが、まだ、その時代には、葉ゲイトウもアトリアタマも、日本の土に輸入されてなかったはずですから、おそらく、それは、誰の目にも、機械な植物と見るより、 他の知識しかなかったものに違いない。うーむ、妙な花だ。燃え尽きそうな色だ。そう言いながら見つめています。その植物を、その三人の男たちが。で、オリンは、はっと足を止めて、後ろのハンゴロウを手で制しました。そして、二人が、庭木の陰に身を沈めながら、しばらく、その男どもの行動を見ておりますと、いろいろ腑に落ちない点が数えられる。第一は、三人の風ゼです。 一人は身の直し、一人は張り売りの旅や金土、また、もう一人は、小さなカラクリ人形の箱を首にかけている区物師であるのです。こいつだよ、こいつだよ。やがて、その人形師が、恐ろしい興奮的な口ぶりで、花の根元にかがんでいる。どうもこいつに違いない。ごらんよ、この色を。ええ、どう見たって、ニワトリのちってえ色だ。ニワトリ地層に違いないよ。ニワトリ地層かなこの花が、 そうさまあ、この色を見るがいい。それをじっと見つめていると、他のものが黒く見える。おそらく、こんな植物が、日本のどこにもありはしまい。ローマのバチカノに咲いていそうじゃないか。ペトロインの庭に映りがよさそうな花じゃないか。強い信仰、殉教の地、愛の成果、それらを忍ばせるような、この植物の色は、まったく、わしたち山岳キリシタン族の遠いせいそ、ローマの王族ピオ様の好みに合いそうな花ではないか。 とすると、これこそ、今、ヨハン様が訪ねている、鶏地層に違いないというのだね。そうだよ。わしは、確かにそうと信じている。それで、お前たちにも見てもらったのだが、ただ不思議なのはこの家で、誰が住んでいたのか、その由来がわからない。と、人形師の梅一美の直しの阿蔵、リアの長次郎、そう三人が、ぐるりと向きを変えて、また、その古屋敷を不審そうに見直しました。 物陰に潜んでいたおりんは、この屋敷には不信はないが、その人間が不信に絶えません。その言語がいぶかしい。何としても、ただの人形師や身の直しとは思われません。とにかく、山の街道へ、このことを知らせて、ヨハン様に来てもらおうじゃないか。こう言ったのは、ハリヤの長次郎です。すると身の直しのアゾウが、いや、これが鶏地層と極まれば、何も、ヨハン様のご苦労をかけるまでもなく、俺たち三人で、 その下を掘り返してみたが、一番早い。そうさ、と、人形師の梅氏も同意の顔で、山の街道へ知らせに行ったり、ヨハン様を連れてきたりするうちに、どんなやつが横合いから出て、掘り返してしまわないとも限らない。じゃあ一つ、掘ってみるか。くがあるか隙も欲しいが。あるだろう、物置に。何さ、道具は手近に揃っているよ。と、梅市は弾んだ声で。それやぞ、長次郎。 どれでも、一丁ずつ手に持ったり。と、演歌へ潜り込んで、そこに放り込んであった桑やキを投げ与えました。おっと、手ごろだ。首にかけていた針の荷や、人形箱などを肩から外すと、三人は、等しく菓子の絵を握って、向かい合わせてきっと立つ。まず、桑を持ったアゾウが、シンクな植物の根元をめがけて、勢いよくパッと一掘り入れる。サクサク続いて、海市のスキ屋長次郎の桑も、 土に歯を磨いて太陽にひらめき出す。きめの細かい黒土の感触の良さは、素人園芸家も武蔵野の土を置いて、他国にない味だと言っております。まるで、サイコンの肉を切るように見る間に、六尺四方ばかりの土壌が覆されて、土の氷がかげろうのように立つ中に、怪奇な赤色の葉や花が捨て、土の中に埋まってゆきました。三人は、ようやく、無言の境に入って、額に汗を浮かめてくる。一尺、二尺,尺、三尺。 ぼくりと土の音がするたびに、何か出てきやしまいか、何か手応えがしてくるだろうと、目も心も、桑の先に集まって、多念のないありさまです。倫理りと垂れてくる汗、汗にたかる土の羽。一坪ばかりの花の根をめちゃめちゃに掘り返して、やがて四尺も掘り下げてくると、きめの細かい黒土は、粘質的な赤に変わって、なかなか墓戸が進まなくなりました。暑いぞ。長次郎は肌を脱いで、何にも出ないな、と。 ほっと息をつく。まだまだ、こんなことじゃわからない。そうとも、まだわかるもんか。アゾもクワを休めません。で、長次郎も釣り込まれて、また、必死にクワを持つ。信念を持ってほれ。信念を持ってほれ。そうだ、これも一つの信仰だ。きっと、夜行の担当が出ると。ヨハン様がおっしゃしちゃった。にわとり地層のあるところ、必ず、夜行の担当がある場所だと。 根気だ、根気だ、根気の続く限り掘れ。いつも山の街道で、ヨハン様が読んで聞かせるラバ王朝の文を繰り返しながら掘ろうじゃないか。1、日本にて隠してる王族ピオ、彼の最後の地は、関東江戸市に近き僻地なるべし。2、ピオは、世襲の夜光玉の担当をもてり。3、ピオは、日本政府の追分を恐れて、親戚なきところに合死せしならんか。4、ピオは自然を好めり。生前バチカノの草原の風刺を愛せり。 あるいは、江戸市西北の未開の荒野に隠れて天寿を全うせしか ?5、また、ピオは、花を好み、ことに、鶏地層の深空を熱愛する癖あり。彼が、日本渡航の理想は、バチカの布に似たる平和の自然に、鶏地層を移植して、学連の庭とし、日本における聖カトリック・ローマ教の教会を建設するにありき。6、また、ピオの通信は、1603年日本慶長8年の記号を最終として耐えたるも、絶対に、彼は、 日本政府にとらわれたるものにはあらず、そは、後の天草司会の報告書を総合するも、すべて一致すればなり。彼らは懸命に掘り続ける。その王朝の文章を繰り返しながら掘り続けます。いつか、文章に音律がついて歌のように歌われながら、根気を続けているのです。が、土の色は黒から赤に変じましても、石の質も出てこなければ、ビオのミイラも現れません。言うまでもなく、この3人は山岳キリシタン族の信徒です。 さすがに、夜行の担当を探すにも、この者たちは、欲ばかりでなく、一つの信仰が伴っていますから、土にまみれ、汗に疲れてきても、容易に、その信念を曲げそうもありません。懸命は恐ろしいもの。ついに、その信念が何か掘り当てました。長次郎のくの先に、カチッと、異様な手応えがあったのです。カチッと、くの刀先に触れたものがあるので、おや、何かあったぞ。と長次郎が叫ぶと。 さては、とが色を変えて、二人も、きばやにそこを掘り返していく。土の底深く食い込むように埋まっていたのは、うつ伏せになった一個の人体です。背中のような部分が、梅氏のすくった土の下から現れました。王という身の直しのアゾ道具を投げて、無駄夢中に、手を持って土をかき分けます。その、努力やあたかも土竜のように必死でした。そこで、梅氏やアゾの手に、掘り出されたものは何でしたろうか見ると、背の短い、 片足のない人体です王朝風の結髪に高麗模様の服装をまとい指のない手が胸元に組んであるそして髪衣服顔立ちなどを考え合わせても男女の区別がつきかねる人体ですまたその人体は人間の化した素老でもミイラでもありません生まれながら霊魂も肉体も持たない素焼きの土偶で極めて原始的な工法で焼かれた赤土の埴輪でありますでがっかりしたのはその3人難題 これは。と顔を見合わせて、高麗の埴輪じゃないか。そうさ、1004年も前に、高麗の国理族が、この武蔵野に移住してきた当時の品物だよ。つまり、高麗の国利というのは、今、高麗村の奥に住んでいる、あの部落の州の先祖っていうわけだね。その当時、日本へ移住してきた、国利の王族というのが、あの小間家ともご隠れ家様とも呼ぶ屋敷の血筋だということを聞いていたが、すると、随分古い家柄だな。 だから、この武蔵野の草分けは、江戸太郎でもなし、大田道館でもないし、徳川家康でもないということになる。文化の江戸っ子は、別物として、単に、血筋だけの上から言うと、真の江戸っ子の生い抜きというのは、高麗の国立まり朝鮮人ということにもなる。なるほど。が、どうするこの埴輪を。そうだ。と、話の脇道から我に帰りました。そんなものは、自分たちの探す。 夜行の担当に縁はない。いや、まんざら縁がないでもないぞ。どうして聞けば、高麗村のやつらも、ご隠れ家様とやらの命を受けて、密つに夜行の担当を訪ねているというではないか。さすれば、こっちの敵が敵だ。おお<う>叩き壊してやれ、その土偶を。こうか。というと、阿蔵が、手に持っていた埴輪を、力任せに、彼方の木の幹へ向かって投げつけました。 素焼きの土偶は、粉になって、四方へ破片を飛ばしたのです。すると、その木の後ろ辺りから、あっと言って、姿を見せた男女がある。それは、彼らのいぶかしい行動に目を見張りながら、そこに潜んでいた、おりんとハンゴロウです。その二人が、にわかにバラバラと駆け出すのを見て、やっと、辺りに人なき者と安心していた三人も、愕然として飛び上がりました。そして、奴ら、高麗村の回し者ではないか。 いずれにしろ、今の秘密を聞いたやつ、逃がしては一大事だ。優が早いか、風を切って走った人形師の梅市は、いきなり、おりんの襟が身をつかんで。や、てめえは駒家の女中だな。さてこそとばかり、ねじ伏して、裏の方へ引きずり戻してくる。逃がすな、そいつも。こう叫んだのは針屋の長次郎で、挟み打ちに回った身の直しのあぞうとともに、の土のように逃げ回る火事のハンゴロを追い回しましたが、ハンゴロはいち早く。 土辺の崩れたところを越えて、丘の中腹へと飛び降ります。と追いかけていったアゾウと長次郎も、黄色い木の葉を回せながら、姿は見えないで、干木の傾斜を、ザザザザと下へそよがせていきました。山岳キリシタン族は、もとより秘密の集団です。近世の宗教を報じて、山から山を移り住む、漂白の民です。世に交わりを絶って、山や刑にばかり生きている、この仲間が、凶暴なのは、モースまでもありません。 彼らの信仰するデウスの聖典にも、殺人の罪悪なことは教えてありましょうが、為政者の迫害に追われて、世間並みの日が当たらぬ宮間に漂白生活をしてくるうち、いつか、子孫へ、原始人的な性質を育ててきたのは、誠に当然なわけで、生物進化の逆行とも言えますし、また、彼らに言わせれば、幕府が俺たちをこうさせたのだ。と、まなじりを咲く理由であるかもしれません。とにかく、彼らは凶暴です。 殺人の会だけを、その宗門の聖典から、削り去っている集団です。ことに、それが、仲間の秘密を知られた場合に、一層強く、盲目的であったようです。オリンは、生きた心地もなかったでしょう。噂に聞いている、キリシタン族。密かに、小まけを敵視している、三冠漂白族の仲間。それに捕まったのですから、最後です。けれど、彼女も、さすがに、月絵にかしづいていた、くらいな女。 めめしい悲鳴はあげません。相手のナスがまま、ずるずると前の場所へ引きずられてきました。やい。長次郎の目には、争われぬ血の筋が走って見えます。ミナリは、世間を歩く都合で、おとなしい行商人となっていますが、殺気だったその全身が、動物的な屈伸をして、山男の凶暴さを思わせます。てめえは、確か、高麗村の人間だろうが、彼女をそこへ突っ放して、攻め出しました。 おりんは悪びれずに。はい。ご隠れ家様の召使いでございます。聞いたろうが、今俺たちが話していたことを。別に。嘘をつけ、うぬは、駒家の回し者に違いない。いいえ、用事があってきたのですから。人のいないこの空屋敷へ、何の用事があってきた。あずかくめの進むを訪ねてまいりました。ところへ、息をせいて戻ってきたのは、アゾと梅市で。残念なことをしたよ。 来るなり行って、のたんやのハンボローを逃がしたことを、いかにも口惜しげに告げました。その腹いせも、おりんの身にかかって、こいつ、どうしてくれようか。と、二人が、彼女の両手をつかむと、埴輪の身代わりに埋めてやれ。埋め市が、からからと笑って言う。おう、穴も人型に惚れている。あぞう、声を出すとうるさいから、何か女の口へ。猿つはか。そうよ、早くしろ。よし。 と、言うと、羽がいじめにしたおりんの口へ、むごい布が回されました。自分の呼吸が詰まりかけた刹那、おりんは、初めて、ひいと、懸命な救いを呼びましたが、もうだめです。他解の腕へ、小鳥が爪を立てるよりも、効果のない犯行でした。よしや、その悲鳴が、生き霊のように、武蔵野の中を駆け巡るとも、耳に留める往来の人がありますまい。彼女の体は、鶏地層を掘り返した穴の中へ突き落とされて、 たちまちま土をもって埋められようとする。生ける埴輪は生きながら埋められてゆく、身をもがくのみです。すると、誰も人の住んでいないはずの柄屋敷の中で、何か変な物音がしました。おやと、キリシタン族の3人は耳を澄まして振り向きましたが、気がついてみると、黄昏のもやがうっすらと流れてきていて、5日あたりは、藍色もわかぬ母色であります。それきりのことで、別に変わったこともない。 家の中の物音は、の猫かネズミであったかもしれません。そのの猫の瞳のような4日月が、紺の深い夕空にかかっているのを仰いで、おう、思わず遅くなった。帰ろうぜ、山の街道へ。針矢の振り分け、人形箱など、はたふたと身につけると、彼らは、風のごとく、丘の空屋敷から消えました。あとには、四実月の白い光が蜜のようです。土とも草ともわからぬ、老石なさこらに。 雨のような虫の声。松虫、ムシ、スズムシ、クツワムシ、カンタコオロギ、カネタタキ、あらゆる虫の音が、我が秋の夜外ばかり鳴きすだいています。と、空屋敷の中で、ぽっと、一つの火が灯りました。そして、さっきは、閉まっていた盲目窓が半分ばかり開いている。不思議です。そこにいるはずもない人間がいたのは、とにかく、生ける埴輪とされた途中のオリンをなぜ助けてやらないのか。時々、 虫の音がはたと止む。根こそぎにされた鶏地層が動きます。わずかに土が動いています。それが止むと、また虫が泣きすがく。なぜあれを助けてやらないのか。屋内の細い日はあまりに冷酷ではないか。ご覧なさい、奥を覗くとこすだれをたれて、じっと虫の音を楽しむごとく、手枕で横になっている人間が見えますのに。